東京駅東京駅の歴史この記事では東京駅の歴史を説明する。東京駅は東京において各方面別に分かれていたターミナル駅の中間を結んで中央停車場を設置する構想から始まり、1914年12月20日に開業した。その後中央本線の乗り入れや山手線の環状運転の開始などにより利用客は急速に増加していき、 昭和初期には、プラットホームなどの増設工事に着手した。しかし、第二次世界大戦によりすべては完成せず、戦争末期には、空襲を受けて、丸の内駅舎を消失した。大戦後丸の内駅舎の復旧が行われるとともに、中止されていた増設工事が再開された。1964年10月1日には、東海道新幹線が開通し、 新幹線のターミナルともなった。さらに地下鉄丸の内線の乗り入れ、総武横須賀線の地下ホームの開業、京葉線の乗り入れと地下にもホームの増設が進んだ。1991年6月20日には、東北新幹線が開通し、東北、上越方面へのターミナルともなった。2012年10月には、戦災で、 応急復旧したままであった丸の内駅舎の復元工事が完成している。1904年4月5日、総武鉄道両国協会業の時点での東京の鉄道網東京の鉄道網の始まりは、1872年10月14日の日本の鉄道開業に際して、新橋横浜間が開通したことに始まる。この時の新橋駅は後に貨物駅となった汐止め駅で、 横浜駅は現在の桜木町駅であった。この際の新橋駅の位置の選定経緯は明確にされていないが、大名屋敷の跡地を入手できて、駅や車庫、鉄道工場を建設するために必要なまとまった土地を確保できたこと、市街地を避けて横浜への路線を伸ばせる位置であったこと、当時から繁華街であった銀座にも比較的近かったことなどが理由であろうと推測されている。 その後東京と関西を結ぶ鉄道の建設が検討されたが、東海道と中山道のどちらを経由するかを決定するためには時間がかかった。中山道経由で建設する際の東京における経路としては、親とい外国人のリチャード・ボイルの調査報告による新橋から皇居の東側を北上する現行の東京駅経由ルートに近いものや、 開拓市の役人松本総一郎とを雇い、外国人、ジョゼフ・クルフォードの調査報告による同じ川駅を起点として北上し、季節の間接鉄道線との連絡は品川駅から分岐する線によるものなどがあった。政府は国土開発の観点から、すでに開けている東海道よりも内陸の発展を促進する目的で中線道が良いとし、軍部も 敵の軍艦による攻撃を受けやすい海岸沿いを避けられる内陸路線を支持したことから一旦は中線道経由に決定された。当初国営を原則とした鉄道であったが西南戦争による政府の財政悪化もあり民間に建設を認める方向に方針転換した。これを受けて発足した最初の私鉄が日本鉄道で最初の建設区間として 中仙道鉄道の一部を構成する東京高崎間の路線を建設することになった。日本鉄道建設に際しては、関節鉄道との連絡から品川を起点とすることも有力視されていたが、距離がやや長くなり、東京西部の丘陵地帯を通過する工事に時間がかかると見込まれたこともあり、とりあえず上野駅を起点とする方針となって、 1883年7月28日に上野、熊谷間が開通した。しかしその後、中山道経由の鉄道の建設の困難さが明らかになったこともあり、1886年に政府の方針が転換し、東海道経由で東西連絡鉄道を建設する方針に変わった。これを受け、当初は中山道経由の東西連絡鉄道に対する、 支線の位置づけであった新橋横浜間の鉄道から延長する工事が始められ、1889年7月1日に東海道本線、新橋神戸間が全通した。一方の日本鉄道は、同じ1889年の9月1日に青森までの東北本線を全通させ、さらに1898年8月23日には常磐線も全通した。また、 上野と秋葉原を結ぶ貨物線も1890年11月1日に開通した。一方、東京の西に伸びる中央本線は私鉄の後部鉄道が建設した。1889年4月11日の新宿、立川間を川切りに順次開通し、新宿より都心側では1895年4月3日に飯田城駅まで開通した。 東京の東に伸びる総武本線は、やはり私鉄の総武鉄道が建設した。総武鉄道の資金力では、隅田川を横断することが難しかったこともあり、隅田川の東側に位置する両国橋駅をターミナルとして1904年4月5日に開通した。間接鉄道と孤立して建設された日本鉄道の資材輸送が問題になったことから建設されたのが山手線で、 1885年3月1日に赤羽品川間が開通し、続いて田畑池袋間が1903年4月1日に開通した。この開通により、関節鉄道線と日本鉄道線が連絡され、特に貨物輸送の面では、市街地を荷車まで運搬する必要がなくなった。しかし旅客輸送の面では、当時山手線はまだ単線で不便であったことから、 南北を乗り継ぐ旅客は、新橋駅と上野駅の間で徒歩、または人力車により連絡するのが普通であった。1882年には、新橋と上野の間で、馬車鉄道の運行が始まり、1時間に70台もの馬車が出発するほどの大盛況となった。1903年に、馬車鉄道は路面電車に置き換えられたが、もともと繁華街の路面に敷かれていたこともあり。 増大する交通需要に対応しきれず、事故が多いことも問題となっていた。こうしたことから、自然に、新橋と上野を結ぶ、鉄道路線の計画が生まれることになった。ちょうどこの頃、東京市における道路や運河、上下水道、港などの都市施設の計画についてまとめて議論して、各省庁、機関、地元との調整を行おうとする、宿改正と呼ばれる動きがあった。 市区改正は、現在の都市計画に相当する言葉で、東京においては、第7代東京府知事、松田道行が提案した総合的な都市計画が、端緒となった。さらに、松田の公認の吉川県政は、松田の構想を継承しつつも、日本全体のことを考えた道路や、鉄道網を構想し、東京府に設置された東京市区 改正取調委員局から内務省に対して1884年11月14日に提出された市区改正意見書では、鉄道派新橋、上野両停車場の線路を接続せしめ、丹野橋内及び万世橋の北に停車場を設置、す壁ものとすとされた。この丹野橋に設置を提案された停車場が後の東京駅につながることになる。この意見書を受けて内務省に 宿会制審査会が設置され、官長や財界からの委員は審議を行った。その結果、新橋と上野を結ぶ高架鉄道を建設し、タイヤ橋付近に中央停車場を設置し旅客用の高架ホームを設けること、地平には貨物取扱設備を設けることなどの原案が固まった。この意見書はしばらく放置されていたが、国の正式な計画とするために、 元老院へ回され審議された。しかし死急的であった。元老院はその価値を理解せず、国庫に余裕がないとして1888年6月15日に、否決してしまった。ところが、当時の内務大臣、山形有友や、大倉大臣、松方正義はこれを巻き返し、閣議において、元老院決定を一党両団の上、1888年8月16日に、 直例第62号として東京市区改正条例が交付された。これを受けて詳細を詰めるための東京市区改正委員会が発足した。そこでさらに議論が行われた後、原案のように新橋と上野を高架線で結び、この間に中央停車場を設置することが答申された。この報告を受けて内務省は、 鉄道庁長官に対して1890年9月17日付で、中央停車場より南側を関接鉄道が、北側を日本鉄道が建設する形で、直ちに工事に着手するように訓練した。中央停車場が計画されたのは、皇居の前にあたる丸の内、当時の町名で永楽町であった。江戸時代には、武家屋敷の立ち並んでいた一帯で、明治維新後には、 陸軍の兵衛や、連兵場、警視庁や裁判所などの政府関連施設が、並んでいた。しかし繁華街に近いとはいえ監獄も置かれているなど、東京のバスへと言っても良い場所であった。明治政府が安定して、皇居の目前で警備を行う必要性も薄れてきた、ことから、兵衛を郊外に移転させて、これらの土地の再開発が検討されることになり、 丸の内の広大な敷地が三菱財閥に払い下げられて、欧米様式のオフィス街の建設が開始された。馬場崎門通りの部分だけは、明治末までにレンガ作りのオフィスビルが出来上がって、一丁ロンドンと呼ばれたが、それ以外の部分は依然として、未開発で、高領たる野原は三菱ヶ原と呼ばれていた。この原野に中央停車場が建設されることになり、 丸の内はこれにより初めて日本のビジネスセンターとしての道を歩み始めることになる。浜松町東京間の高架橋平面図、バルツアー計画の東京の鉄道網の計画間接鉄道が新橋から中央停車場までの調査を行うように指名したのは戦国三つぐであった。しかし鉄道建設の経験豊富な戦国としても市街地における長い区間の高架線という日本で 前例のないプロジェクトにあたっては容易ではなく、外国人技術者の支援を仰ぐことになった。この当時ヨーロッパの大都市でも、各方面から乗り入れてきた鉄道が、東端式のターミナルを形成しており、各方面への鉄道相互間の連絡方法に、苦心し、また折り返しで作綜する列車により、線路容量が限られるという問題を同様に、抱えていたが、唯一ドイツ帝国の首都ベルリンのみは、 市街地を貫通する高架線と環状線の組み合わせによりこの問題を解決していた。このため、東京の鉄道のモデルもベルリンに求められることになった。ちょうどこの時期、九州における鉄道網を建設した九州鉄道がドイツから招聘した親とい外国人として、ヘルマン・ルムシュッテルが日本に滞在していた。ルムシュッテルは、 プロイセンクニュー鉄道の技術者としてまさにベルリン市街線の高架の建設に携わった人物であった。日本鉄道は市街高架線の調査をルムシュッテルに依頼し、ルムシュッテルは自身が携わったベルリン市街線をモデルに初めて東京市街高架線の具体的な設計案を描き出した。この設計案ではレンガ積みのアーチ高架橋を連ねて上野から 浜松町付近までの高架線を建設することになっており、また東京市街を一周する環状鉄道、後の山手線の提案も含まれていた。一方の関節鉄道では他の案件で忙しい戦国三つ具の代わりにその部下の広川広史、史郎がルムシュッテルの助言を受けながら検討を進め、実際に建設される高架線につながる建設計案が出来上がってきた。 こうした設計案をもとに、日本鉄道は1893年8月5日付で、上野新橋間の高架鉄道敷設の免許を申請した。申請書に、添付の設計書によれば、上野新橋間の建設費は、中央停車場の建設費を含めて450万円、500万円と見積もられ、途中に秋葉原、白壁町、中央停車場、 幸い橋の停車場を設置し、新禅伊佐町において、間接鉄道線に合流することとされていた。この頃、鉄道不設法の制定や、日清戦争の勃発などで遅れも生じていたが、間接鉄道の側でも1895年12月9日の第7回鉄道会議において、中央停車場関連の予算約350万円を批准し、第9回帝国議会に、 予算案が上定されて1896年2月4日の衆議院本会議において議論され、可決成立した。これにより中央停車場計画に初めて予算的な裏付けが与えられることになった。日本鉄道の申請した免許については、この時期に東京市外へ乗り入れようとしていた他の諸鉄道の案件とともに、鉄道会議や宿改正委員会において審議されたが、 結局鉄道国有法によって日本鉄道が国有化されるまでに実現へ向けて動き出すことはなかった。民間の鉄道会社にとってこの高架鉄道への投資負担は耐えられるものではなく日本鉄道の経営陣が変わるうちに建設への熱意を失ってしまったとの見方がされている。予算の成立を受けて1896年4月28日に高架線や 中央停車場の工事を担当する部署として、新栄館建築事務所が発足した。これは、浜松町付近の旧町名新前座町と、東京駅付近の旧町名永楽町を結ぶことから、名付けられたもので、また当時は建築と土木の区別がはっきりしていなかったため建築事務所と名付けられた。後の JR 東日本東京工事事務所の前進組織である。 また任期を終えて1894年に帰国したルムシュッテルに代わり、高架線建設の技術指導を求めて、やはりドイツからフランツ・バルツァーが新たに招聘され、1898年に着任した。ルムシュッテル在任時に計画された市外高架線のルートは、実際に建設されたものにほぼ沿っており、新橋からや,やや西へカーブを描いて、当時まだ残されていた外堀に沿って、 東京駅へ向かうものであった。これに対してバルツァーは距離を短縮するために、潮止めの旧新橋駅から直進して、東京駅へ向かうルートを提案したが、これは繁華街として発展していた銀座を分断するものであり、現実的にも土地買収費用的にも受け入れられるものではなく、原案通りが採用されることになった。また1891年の農美地震で、 鉄道構造物が被害を受けたこともあり、耐震性が懸念された。バルツァーはこのため、構成の構造物を採用すべきであると考えていた。構成構造物は高価であるが、重いレンガ構造物は、地盤の悪い東京では、基礎工事に費用がかかって総裁されるものと考えられた。しかし当時の日本では、構成構造物はすべて輸入に頼らなければならず、資本が、 国外に流出するのに対して、レンガは国内製造業者に発注できるという点や、完成後の保守経費が安いことなどを考慮し、レンガ製の高架橋を基本としか同橋の部分のみ、桁下の高さを確保するために、構成構造とされた。結果的にこの高架橋は、関東大震災において大きな被害を受けていない。バルツアーは、日本人技術者を指導しながら、 高架線の設計を行い、バルツァーの帰国後日本人技術者が独自に設計した部分を含めると1904年までかかって設計された。バルツァーはさらに東京全体の鉄道網を構想した。ルムシュッテル在任時にすでに東京を一周する環状鉄道の提案は出ていたが、バルツァーはこれに加えて総武鉄道と後部鉄道を連結して、 秋葉原で南北の縦間線と十字に交差させ、その他に、双方とも中央停車場へ乗り入れる、短絡線を作るという全体構想を描いた。これは1972年の総武快速線、東京駅乗り入れにより、細部は異なるものの結果的にほぼ実現している。バルツァー設計の日本風東京駅舎、乗車口の正面と側面上から降車口、電車降車口、 皇室口正面と側面バルサー設計の東京駅平面図バルツーは中央停車場そのものの設計にも関与した。駅部分では線路は森土の上にあり、駅舎はその西側に設けられる計画となっていた。日本建築に関心のあったバルツーが提案した駅舎は部分的に霧石を用いたレンガ造りのもので和風の入りもやハフやトーハフを取り入れた屋根を乗せるという。 構造であった。日本の伝統的な城郭や自社の建築様式を駅という新しい目的に利用することでバルツァーンは自国の文化を一個だにせず洋風の建築様式の建物が無秩序に建てられていく東京の現状に一石を投じようとした。バルツァーンの駅舎は5棟に分かれて建てられており、南側に乗車口、北側に降舎口、中央に皇室用入り口と、 近距離列車の降車口、この他に郵便局が置かれる構造となっていた。乗車口と降車口を別にするのは乗客動線の混乱を避ける目的で、ドイツなどではよく見られた方式であった。降室専用口を中央に設けたのは、おし列車の中央付近に連結されるご両者へ、できるだけ近い位置に降室専用通路を設けられるようにし、 プラットフォームに出てからの後続の移動距離を短縮することで一般旅客の立ち入り制限の範囲を狭める目的があった。しかし中央に公室専用口を配置したことで乗車口と降車口が200メートル余りも離れた位置に設けられることになり使い勝手の悪いものとなってしまった。ヨーロッパの駅でも貴品室が設けられる例は多くあったが駅を 広場の延長と考え一般大衆の利用するパブリックスペースとする思想が根強かったことから、寄品室は駅の端部に設けて一般客との同線の工作を避ける設計が一般的であった。乗車口の建物のみ2階建てで1階に駅長室、出札口、待合室、手荷物扱い所2階にレストランが設けられる設計であった。これに対して校舎口は 近距離用、長距離用ともに平屋で、施設も待合室、手荷物扱い所、鉄道公安室などが置かれる程度であった。旅客用プラットフォームは、島式のものを3面用意し、駅舎に近い1面を近距離用、遠い2面を長距離用とする提案であった。ヨーロッパのターミナル駅では、プラットフォーム全体を覆う、ドーム式用屋根を備えているところが多いが、 中央停車場ではプラットフォームごとに屋根を設ける方式が提案されていた。これは建設費を抑える目的の他に、日本では売円の多い石炭が使用されていたため、屋根を設けると中が不快となることや、将来の拡張可能性などを考慮したものであった。これらのプラットフォームへは、乗車口、降車口、電車降車口から結ぶ3本の通路が設けられ、 これとは別に皇室用通路や手荷物、郵便物の運搬用通路などが考慮されていた。電車用のプラットフォームは列車用のものに比べて短いため、列車用プラットフォームと降車口を結ぶ通路のところまで電車用プラットフォームは届かない構造であった。このため、駅構内では南側の乗車口から入り乗車用通路からホームに上がり到着時には 北側の降車用通路に振り降車口に出る、南から北への一方通行が想定されていたが、電車と列車の間での乗り換え客だけは、例外的に、南側の乗車用通路を利用する想定となっていた。さらに当初は、中央停車場に貨物施設を設置する計画となっており、バルツァーの設計でも、八重洲側に貨物扱いの設備が考慮されていた。貨物扱い施設は、 森土工事の手間を節減し、河川水運との連絡を改善する目的で、高架上の本線から下って、旅客プラットフォームよりは3メートルほど低い位置にある、森土上に建設される計画となっていた。船だめを設けて、水運との連絡を図る設備を備えることになっていた。このようにバルザァンは、中央停車場の具体的な設計を行ったが、しかし、 バルツアーンに含まれていた和風の駅舎案は、後に実際に東京駅舎の設計を担当することになる、辰野金吾からは赤毛の島田毛と酷評された。日本建築に石やレンガを用いること自体は容易ではなく、日本を訪れた西洋婦人が物珍しさから洋服を着ながら日本風に髪を揺って日本の履物を履くようなものだとし、日本文化の消化が不十分であるとされた。 一方、高室用入り口を駅の中央に配置することは当時としても利用者に不便を強いるとして疑問視する声が上がっていたが、バルツァーの提案に対して、鉄道産業局の上層部から特に反論はなく、また立野金吾がこれを明暗として自分の設計に取り入れたことから最終的に採用されたものと推測されている。これに加えて、プラットフォームと通路の配置や駅構内の 配線計画など、平面計画はアレンジを加えつつも、基本的に、バルサー提案のものが受け継がれて、実際に用いられることになった。ただし電車用のプラットフォームが1面増えて2面となり、合計4面のプラットフォームを備えた形で、完成している。また貨物扱い設備については、その後の鉄道国有化により、秋葉原駅、飯田町駅、隅田川駅などの私鉄が保有していた。 貨物駅を国鉄が利用できるようになったこともあり、東京駅での設置は見送られ、東京駅は巡旅客駅として開業することになった。バルツァーは将来的に貨物扱い設備を郊外に移転させればそのスペースを別の用途に転用できると示唆していたが、実際にはそこに車両基地を増設して開業することになり、後に東海道新幹線を実現するために、 重要な役割を果たすことになった。駅舎設計の第1案駅舎設計の第2案駅舎設計の第3案東京駅丸の内駅舎と比較されることがあるアムステルダム中央駅の駅舎バルツァーの提案した日本風の駅舎案はヨーロッパ崇拝の時代にあった当時の日本にあっては受け入れられるものではなかった。このため改めて駅舎についての設計が行われることになり 当時の建築界の権威であった、辰野金吾に依頼されることになった。立野は自身で日本銀行本店、中央停車場、国会議事堂の3つを手掛けることを目標としていたこともあり、立野に依頼するのは当然視されたためか、依頼の経緯については、はっきりしたことが分かっていない。1903年12月に立野に設計が依頼された。 設計に際して立つのが受けた注文は、バルツァーンでは、建物が5棟並べられていて見すぼらしいので、建物を連続させて、見栄えを壮観なものにしてほしい、ということであったとされる。結果的に立つの率いる立つの火災建築事務所による、駅舎設計は仕掛け8年にも及ぶものとなった。まず1904年早々に第一案の設計が、出来上がってきた。中央に、皇室専用口を、 両側に乗車口と降車口を配する基本的な構造はバルツアーンと同一で、これらの出入り口については3階建て、それらをつなぐ部分は1階建てか2階建ての構造であった。これは通過式の配線の駅構造に対応するために全長が300メートル近いものとならざるを得ないのに、建築予算がわずか42万円と提示されていたため、 出入り口の間は低い建物で繋ぐものとせざるを得なかったためであった。この時点で、すでに両翼の八角ドームの形態は現れており、ほぼそのまま最終案にまで残っている。さらに立つのは、いくらか修正を繰り返しながら、設計を進め、第2案が生み出された。規模は、第1案とほぼ同じで屋根周りの表情を整えた、ものであった。しかし、予算の限界もあり、 この段階ではこの程度の設計であった。その後国有鉄道を管轄していた鉄道作業局の帝国鉄道庁、鉄道員への改組などもあって設計作業は遅延した。しかし日露戦争における日本の勝利で国民感情が盛り上がったことや1906年から1908年にかけて実施された鉄道国有化の影響もあり、 一挙に駅舎の規模が拡大することになった。それまで予算は65万円と見積もられていたのが、一挙に250万円とし、総3階建て構造にする方針が1907年に報じられている。これに関して、後藤の大風呂式と呼ばれる、初代鉄道院総裁の後藤新兵の意向とする説もあるが、しかし後藤が鉄道院総裁に就任した1九百八年十二月の、 時点では設計はほぼ完了して基礎工事が開始されていたので、後藤の移行以前に駅舎規模の拡大は決まっていたとする見解もある。こうして、第3案では、両翼に乗車口、降車口を、中央に降出口を配する基本はそのままに、これらをつなぐ中間の部分を、総3階建て構造とし、これにより水平線が通って、建物のまとまり感が生み出された。 第3案では、皇室口の上に小さな塔が残されていたが、この塔を撤去したものが最終案となって建設されることになった。1910年12月、中央停車場の設計作業が最終的に完了した。設計された駅舎は、鉄骨レンガ作りのもので、荷重をレンガの壁面だけではなく、鉄骨を組んだ柱や梁で支える構造になっている。 レンガのみで建物の強度を確保していた時代には壁は肉厚のものとなって内部の面積が狭くなり窓や扉などの開口部の面積も制約を受けていたが東京駅では鉄骨が強度を受け持つことによって壁を薄くできレンガの建物としては大きな室内面積を確保できているまた鉄筋コンクリートの適用が始まる時代の建物であり それまでレンガ作りの建物では内部の床に木材を使うことが多かったが、東京駅では防火構造の鉄筋コンクリートスラブを床材に使っており、こうした材料の組み合わせによって大きなドームを備えた建物を可能としている。この二つの金吾設計の駅舎はペトルスカイペルス設計で1889年に完成したオランダのアムステルダム中央駅を参考にしたと言われることがある。 しかし立つのがオランダを訪れた記録はなく、また、アムステルダム中央駅を参考にしたと本人が述べた記録もない。さらに建築的に言えば、アムステルダム中央駅は垂直線を強調した、ゴシック建築を基本としながらルネサンス風を加味した設計であるのに対して、東京駅は帯一により水平線を強調した、ルネサンス建築という違いがあり、明らかに異なっている。 当時のように、鉄筋コンクリートの技術が発達していなかった、時代には大規模な建物は、レンガ積み会積みで作るほかなく、またどちらの駅も、通過式の配線を前提にその線路の脇に駅舎を配置することから、構成は類似せざるを得ないとの解釈がある。また、オランダのゴシックリバイバル建築は、立つのと関わりのある、歴史主義建築に通定していることもあり。 両者が似た印象を持つことは、ある意味必然であると指摘されている。市外高架線のアーチ橋の建設工事の様子、内山下町付近中央停車場駅舎建設工事、鉄骨が組み上がった状態丸の内南口付近の建設工事、背後を山手線の電車が通り抜けている、丸の内駅舎の完成直後の前景写真、1914年、完成した。 直後の東京駅プラットフォーム、手前が第一プラットフォーム中央停車場以北の建設については、日本鉄道側の予算事情などによって先送りされることになり、まず関節鉄道の中央停車場以南の高架線が建設されることになった。この高架橋は複々線として建設され、そのうち二線を電車線と呼んで山抜て線と京浜線用に、もう二線を列車線と呼んで、 東海道本線と横須賀線用に用いることになった。1899年の地質調査から開始され、翌1900年に5つの工区に分けて着工した。しかし同年の義和団の乱や1904年から1905年の日露戦争など、戦乱による工事の中断が相次いだ。日露戦争後工事は再開され、さらに鉄道国有化により、 東京中心部の主要な鉄道はすべて国の手に、返したことから、東京の鉄道網全体を国が責任を持って整備する体制が整った。1907年9月には、レンガアーチ橋が、さらに1910年9月には加藤橋の部分が、それぞれ全面完成した。この完成した、高架線を利用して、山手線の電車が1909年12月16日に、 品川からカラス森まで、1910年6月25日に、有楽町まで、そして9月15日には、現在の永代通りに面して建設された仮駅の五福橋まで開通した。東京駅が完成するまでのおよそ4年間、山手線の電車は、その工事中の構内を通り抜けて、五福橋駅に発着していた。中央停車場については、1902年7月から、 高架橋の工事がまず始められた。駅舎についても1908年3月25日に基礎工事が開始された。この時点で駅舎の設計そのものはすべて完了していなかったが、上部構造の概要が固まっていたことや、1912年に東京で万国博覧会を開く計画があったことなどから、当局が工事促成を予防して、 設計完了前に着工されたものとされている。ただし、博覧会については、予算の超過や準備の遅延から、結局中止となっている。工事監督は、金井彦三郎、基礎工事の指揮は、今村信夫を、建築工事の指揮は、小笠原が担当した。建設を受け負ったのは、関西を地盤とする当時進行の建設業者、大林組で、 市名競争入札により落札した。大林組としては、大阪電気機道の生駒トンネルの工事と並んで、車業を発展させるに大工事と称された。大林組の工事は大変入念で、完成後に、連達の検査官が検査をしても一つも、欠点を発見できないと舌を巻いたほどで、鉄道員から包状が送られている。 基礎工事としては地表から3.6メートルまで掘削したところに3.6から7.2メートルの長さの松食いを60センチメートル間隔で合計11,050本打ち込み、その上に厚さ一点2メートルの基礎コンクリートを打ち、さらに平らと丸坑を格子状に並べた上で再びコンクリートを打って完成させた。松食いは青森営林局から調達したもので。 また鉄骨柱を建てる場所に礎石として配置した加工岩は茨城県稲田産のものであった。鉄骨は一部八万製鉄所製の国内産のほか、イギリス及びアメリカからの輸入鉱材が使用され、石川島造船所が製作、組み立てを受け負った。1909年10月1日から1911年7月31日にかけて鉄骨の製作が行われ、 現場での組み立ては1910年8月1日、着工、1911年9月12日完成となった。使用された鋼材は約3500トンに達する。壁からだ及び床は1911年4月20日、着工、1913年5月18日完成となった。レンガは構造用に日本レンガ製造製のものを約767万個。 イギリス積みで、化粧用に品川白レンガ製のものを92万7千個、小口積みで使用し、目地の仕上げは、覆輪目地とされている。他に、腰回り、入り口、窓枠、車寄せ、抹車回り、柱形装飾などは、加工岩とギーシックイ塗りを混用した。高室用の部屋は寄席張り、大理石敷、白木閣天井などで仕上げたが、 一般用の部屋は1階2式瓦、人工石布、アスファルト敷期2.3階に、コンクリート状に、木造床、天井は漆喰塗りなどとなっている。屋根は銅板吹き及びスレート吹きで、スレートには宮城県小勝産の約32万枚を用いている。南北の八角形大広間のドーム天井には、和紙の像や十二紙をモチーフにしたレリーフ、 兜や鎧など、日本的なモチーフをデザインした装飾などが取り付けられている。電気工事、給排水工事、暖房工事などを含め、1914年12月15日に、竣工となった。基礎工事の着手から6年9ヶ月かかったが、設計が完了する前に、基礎工事を始めてしかも、それが順調に進んだことから、基礎工事完了後設計が完了して、 建物の鉄骨組み立てが始められるまで1年1ヶ月余り工事が中断しており、実質的な工事期間は5年7ヶ月余りであった。完成時の東京駅本屋は、地上3階、地下1階建て、建築面積約7800平方メートル、延べ床面積約23900平方メートルで、高さは地盤からドームは面まで約34.8メートル、 中央部の健康は約十六点七メートル、長さは約三百三十五メートルであるが、南部の斜めに折れ曲がっているウィングを除くと約二百七十メートルであった。使用した材料は、レンガ九百二十六万六千五百個、セメント二万八千八百四十三樽、加工岩八万三千三百九十五切れ、鉄材三千五百トン、木材一万八千二百尺、 松丸太市11,050本に上った。作業員は、延べ747,294人で、1日平均300人強が働いていたが、最も現場が忙しい時期には1,000人近くが働いていた。工事中に4人が転落事故で亡くなっている。工費は、東京停車条件築工事報告で、集計の時点で2822,005円で、 その当時工事中であった、ステーションホテルの費用約16万円を含めると、約298万円に達した。正面から向かって、右側の八角大広間は、乗車口で、出札口、1等待合室、12等婦人待合室、2等待合室、3等待合室、手荷物一時、預かり所及び鉄道案内所、小手荷物受取所、食堂、 駅長室及び事務室などが設置され、また、駅舎背面の付属建物の中に12棟用弁所、洗面所、3棟用弁所洗面所、公衆電信電報郵便取扱所、物品販売店などが置かれていた。一方正面から向かって、左側の八角大広間は、校舎口で、待合室、婦人待合室、小手荷物交付所、手荷物一時、 預かり所及び鉄道案内所、公衆電信電話所、小手荷物倉庫、駅舎背後の付属建物に便所が置かれていた。中央部の公室口の中には、玄関広間、広間の両側に2カ所の待合室、休憩室、また、階段の上にも待合室が2室用意されていた。この公室口の北側に隣接して、電車用の校車口がある。また左右それぞれ1カ所ずつ。 駅舎を貫通して背後に到達する車道があって、資材の搬入に使えるようになっていた。南側の車道の脇に東京ステーションホテルの入り口があり、中央より南側の2階3階はその客室などに使われていた。中央より北側の2階3階及び1階の大半は駅勤務室であった。地下室は北側と南側にあり、暖房用や給湯用のボイラーがあり、 南側にはこの他に調理室、洗い場、食品保管庫などが設けられていた。プラットフォームは丸の内駅舎側に電車発着用の2面、八重洲側に列車発着用の2面が用意された。このうち最も西側の電車用1面の見幅が30尺で、他は40尺用意された。当時としては非常に広いプラットフォームで、これは 天皇行工時の乾燥芸の儀式に必要な大きさから決められたものであった。長さは、電車用が492尺、列車用が775尺あった。乗車口、降車口、電車降車口と結ぶ3本の通路が高架下に通り、またこれとは別に、皇室口から特別通路が設けられていた。さらに手荷物運搬用の通路や、東京中央郵便局と連絡する。 郵便物運搬用の地下通路なども設けられていた。この他校内には客車用の留置線、線上線、検査修繕設備、機関庫などが配置されていた。駅舎や高架線、プラットホーム、通路などを含めた中央停車場の走行費は407万1210円と集計されている。皇居の真正面に駅が建設され、行幸道路により直結され、また、 駅舎の中央に公室口が設けられたことなど、完成した東京駅は国家の中心駅、天皇の駅としての位置づけが強く打ち出されたものとなった。それは利便性を無視して乗車口と降車口が200メートル以上も離れたところに配置され、さらに当時の東京市街の繁華街であった日本橋に近いアイス川には出入り口が設けられなかったことにも現れていた。 これは当時としても批判を招き、当時新進の建築家であった遠藤新は、皇室口が中央にあるために、建物内の有機的な連絡を書き、各部分が自己主張をして、まとまりがないと痛烈な批評を加えている。実用性を無視した設計は、東京駅の利用客の急増が予想をはるかに上回るものだったとはいえ、完成して十数年で駅の機能が行き詰まることにつながり、 以降絶えず改築工事が続けられるということになった。これは1937年完成の名古屋駅が完成後60年以上にわたって大きな手を加えずに強用され続けたことに比して少なくとも駅舎としての東京駅は失敗作との評価がなされている。東京駅開業記念式典東京駅大正3年竣工当時の東京駅東京駅は建設段階では 中央停車場と称されていたが、開業が迫りその名前をどうするかが問題となった。東京にはいくつもの駅があるので、中央停車場のみを東京駅と称するのは問題がある。諸外国の例を見ても中央駅とすべきであるという主張もあったが、地方の人にとっては東京駅の方がわかりやすいという主張もあった。東京駅の名を提案したのは、 当時の鉄道院文書課長の中川翔太であったと、される。結局開業まで2週間ほどしかない1914年12月5日に、ようやく鉄道院総裁立ち第113号により、中央停車場を東京駅とすることが正式に発表された。12月18日には、来賓を招いて、開業記念式典が開催された。鉄道員は2345名に招待状を、 だし、出席は1508人であった。当初は、大正天皇の臨行を仰ぐ計画もあったが、即位退転の直前であるという理由で中止となっている。開業式では、鉄道院総裁の戦国三つや、内閣総理大臣の大隈重信、東京市長の坂谷吉浦が祝辞を述べている。また、折から日本は、第一次世界大戦に参戦したところであったが、 神太夫の戦いを指揮した上尾三尾未中将が外線して皇居に散大することになり、開業式に合わせて東京駅に到着することになった。そこで鉄道員は前日夕方に大阪を出る列車に乗って上京した上尾中将に品川駅で降りてもらい、当時最新の電車に乗り換えて東京駅に送り込むことを策した。10時30分に予定通り、上尾中将は 東京駅に到着し、関係者からの歓迎を受けた。こうして、開業式の日程を無事に終えたが、その後東京駅開業と同時に横浜との間で、運転を開始することになっていた、京浜線の新鋭電車に来賓を乗せて、横浜の高島町駅まで往復する試乗会を行ったところ、不具合で大混乱をきたすことになってしまった。新しい試みの多い新型電車であったにも、 かかわらずし運転が不十分で、突き固めの十分でない新しい線路に重い車両を走らせたため線路が沈下し、パンタグラフと河川が合わなくなったり、河川にパンタグラフが引っかかったりして、来品を乗せた電車はあちこちで立ち往生してしまった。結果的に横浜まで40分の触れ込みのところが2時間以上も要することになり、面目を失った鉄道員は、 翌12月19日の長官に謝罪広告を出す、ハメとなってしまった。これに関して、石丸茂美議官らが責任を問われて各種されたとする、説が広く流布しているが、当時の人事的な争いも絡んだもので、景品宣伝車問題だけの責任ではないとされる。後に、石丸茂美は、副総裁として復職し、今度は、報復人事を断行している。またこの事件により、 予定されていた関係者の助訓が取りやめられている。こうした混乱もあったが、開業式の2日後の12月20日から、東京駅は正式開業し、一般に営業を開始することになった。同時に、五福京駅は廃止となり、また鉄道開業以来の始発駅であった、新橋駅は旅客営業を廃止して、潮止め駅となった。高架線の上で営業していたカラス森駅が変わって、 新橋駅となっている。12月20日0時23分発の下り列車を持って、旧新橋駅は営業を終了し、非番の駅員まで招集して、総出で備品類を特別列車に積み込んで、東京駅への引っ越しを行い、5時20分の東京駅始発列車を迎えている。こうしたこともあり、東京駅開業時の駅員は、旧新橋駅勤務の駅員が中心で、 駅員総数283名であった。初代駅長を務めたのも、旧新橋駅長を1895年から長く、務めていた高橋義和であった。また営業開始に際して、東京駅発行の第一号乗車券は、売った駅員も買った乗客もせいが川端だったという、偶然があった。開業当初は1日の平均乗降人員は9500人程度に、過ぎなかった。 丸の内のオフィス街は未完成で周辺の交通機関も未整備だったためである。当時勤務していた駅員は終列車が出るとシーンとして気持ちが悪いくらいだったと語っている。何もない原っぱの中に壮大な駅舎が立ち夜になると周囲は真っ暗といった状況であった。開業時のダイヤは1912年6月15日に 初めて新橋下関間に特別急行列車の運転が開始された時のものが基本となっており、特急は1往復のみ、急行も5往復に過ぎなかった。正式開業以来、第1プラットフォームは山手専用、第2プラットフォームは京浜専用、第3プラットフォームは長距離列車の到着用、第4プラットフォームは長距離列車の出発用として使用された。しかし、 京浜線は前日のトラブルにより、12月26日から運転休止となり、入念な整備を終えて、翌1915年5月10日から、ようやく運転を再開した。丸の内駅舎にはホテルが併設された。当時のホテルは、外国人客が中心で、外国人訪日客数の増減により、損益の浮き沈みの激しい事業となっていた。一方で、 大型客船が入港すると、その乗船客を受け入れるホテルが不足し、訪日客の増加を図る上で、ホテルの増設は課題となっていた。しかし国鉄がホテルを運営する必要はないという反対の動きもあり、駅舎内のホテル設置は、その是非と規模をめぐって2点3点することになった。結局東京駅開業直前にホテル設置が正式決定したためホテルの工事は遅れ。 駅開業時点では食堂関連設備のみが完成していた。鉄道員は当初ホテルを直営にしたい意向を持っていたが、鉄道員総裁が変わるうちにホテル反対論も出てきたために築地西洋圏に委託されることになった。これは宿泊は、帝国、料理は西洋圏と当時の業界で言われており、ホテルだけで経営していくのは難しいだろうとの予測から、 食堂の営業利益で補填を行わせることを考えたものだとされる。東京駅の開業式典においては完成していた食堂関連設備を利用して来客への宿園料理の提供を行い、また12月20日の開業から1階の食堂は営業を開始した。宿泊部門は1915年11月2日に東京ステーションホテルとして営業を開始している。 原高市首相暗殺事件直後の現場関東大震災直後、尋ね人のビラが貼られた東京駅警備巡査発出所、電化された東海道本線の東京付近、右側の線路を走っているのは、山手線、京浜線の電車東京から西へ伸びる鉄道を営業していた後部鉄道も、また鉄道国有化の際に買収され、国鉄の中央本線となっていた。 神戸鉄道はもともと都市にへの乗り入れを希望しており、飯田城駅からさらに東へ、お茶の水駅、そして万世京駅へと順次延長工事を進めていた。延長工事中に買収され、国鉄が工事を引き継いだ。当初から計画されていた東京上野間の高架線に加えて、中央線に連絡する東京、万世京間の工事が必要となったが、 情勢方面の発展が著しいことからこちらを優先することになった。この際に東京と神田の間では上野への線路の基礎工事を同時に施行している。東京万世協会は1915年11月に着工された。東京駅より南側の高架橋はレンガアーチ橋で建設されたのに対してこの区間は 当時最新の鉄筋コンクリートアーチ橋とされたが、外観を揃えるため表面にのみレンガを貼り付けて、レンガアーチ風に仕上げられている。1919年3月1日に中央線の東京駅乗り入れが改良し、東京駅は中央本線の起点ともなった。ただし、東京駅へ乗り入れてきた中央線は近距離電車のみで、長距離列車は飯田城駅発着のままであった。 中央線は山手線と直通し、上野田畑池袋新宿品川東京、お茶の水新宿中野というひらがなののの字を描くような運転が行われ、ののあざ運転と呼ばれた。20世紀前半には日本国の主犯に対するテロリズムの舞台にも二度なっている。1921年11月4日、声優会京都支部大会に出席するために、当時の首相、 花高氏が乗車口へ向かっていたところ、大塚駅員の男に襲撃され暗殺された。暗殺現場の壁に概要を記したプレートが床にマークが打ち込まれている。1930年11月14日、当時の首相、浜口雄子は岡山県における陸軍特別大演習売館のために9時発の園に乗車するため、第4プラットホームを歩いていたところを、 ピストルで狙撃された。浜口はこの時の傷が元になり、翌1931年8月26日に亡くなった。この現場にも印が打ち付けられた。その後の改築工事により、階段の踊り場となった。現在は直下にあたる中央通路の新幹線中央乗り換え口付近の柱に概要を記したプレートが床にマークが打ち込まれている。 1923年9月1日、関東大震災に見舞われた。丸の内駅舎には全く被害がなかったが、ホームの上屋などが一部倒壊した。また火災が延焼してきて、東京駅付近には夜間に北東側から火災が迫ってきた。ちょうどその頃鉄道省の仮庁舎が駅の北東側にあり、これは消失してしまった。火炎が迫る中で、駅員は必死の消火。 炎症防止活動を行い、どうにか東京駅への炎症は食い止めることができた。およそ7000人の避難者が駅舎やホーム、停車中の列車内などに避難している。9月4日の山手線を皮切りに順次運転を再開したが、当面救援のための無賃輸送の扱いが取られ、通常の優勝営業に戻ったのは9月21日。 東海道本線の全線再開は10月28日になった。東京駅とともに丸の内ビジネス街も延長を免れたため、震災後急激に発展していくことになった。また、行行道路は東京駅開業時に堀端まで完成していたが、震災復興事業に際して、外園内までの延長が行われ、街路樹や街灯なども統一して整備されて、いよいよ、帝都の玄関。 天皇の駅としての性格が強調されることになった。ルムシュッテルの提案以来、山手線を環状運転させる構想はそのままになっていたが、ようやく1920年に残る東京上野間が着工された。これにより1925年11月1日に東京上野間が開通して、山手線の環状運転が開始され、東京駅が東北本線の起点となった。 また、京浜線電車も上野まで延長運転されたが、東北本線に乗り入れても京浜線の名前のままであった。次第に東北本線方面へ延長されるにつれて、京浜、東北線や東北、京浜線などの相性が見られるようになり、1949年10月1日の電車への京浜、東北の線明札表示でほぼ、 京浜東北線の名が定着することになった。この東京上野間の電車運転開始による利便性の向上は著しく、郊外と都心の間での輸送量は激増し、結果的に混雑緩和のために八重洲口の開設の契機となった。こうした混雑対応の一環として、環状運転を開始する少し前の1925年9月15日に第一点にプラットフォームを延長して、 高車通路へ降りられる階段が作られ、変わって電車口は閉鎖となった。また、中央線が第一プラットフォームで折り返し運転をすることになった関係で、丸の内駅舎側の南側に、鉄筋コンクリートアーチ橋を50メートルほど、季節線に腹付けて増設して、中央線の引き上げ線を建設した。東京駅より北側に、 用意されていた4000分の高架橋もこの時点で電車用に使用されて埋まったため、東海道本線列車用の引上げ線を付設するアーチ橋約196メートルを建設している。中央線と山手線を直通する野の,のあざ運転は、東京駅構内の配線変更などに伴って、山手線環状運転を開始する前の4月25日、限りで中止となった。 この環状運転開始で、中央線は1.2番線を使用するようになり、3.4番線を山手線、京浜線、5.6番線を横須賀線発着と東海道本線到着、7.8番線を東海道本線出発という使い分けになった。この時点で東京上野間に開通したのは電車用の複線のみで引き続き工事が続けられて、 列車用の伏線が1928年4月1日に開通した。これにより、ルムシュッテルが考えたように、東海道本線の列車をオフの車両基地に、東北本線の列車を品川の車両基地に収容させ、この間の品川、新橋、東京、上野の4駅に、双方の列車を運行することで、利便性を向上させようとする計画を実現可能な線路が出来上がったが、 しかしこの相互乗り入れに関しては反対があった。東北本線はほとんどが単線であり、冬季に積雪による遅れも多かったため、複線化、自動信号化が進んで運行の弾力性が東北本線と比べ物にならない東海道本線と直通させて東北側の遅延が東海道側に波及することを恐れたためであった。 結果的にこの列車用の伏線は改層と引き上げ目的のみに使われることになり、ルムシュッテルの構想は実現しなかった。第二次世界大戦前にこの線路を走った営業列車は上野と成田を結ぶ列車の品川までの臨時延長運転程度であったとされる。八重洲口については木造の長い湖線橋を作って乗車通路と結ぶことで1929年12月16日に 解説されたが、当初は、八重洲川では、近距離の電車区間のみ、乗車券を発売していた。この湖線橋は、八重洲川にあった、車両基地の線路群を横断するもので、木造の仮設としたのは、当時すでにこの車両基地を郊外へ移転させて、ホームを増設する構造があったためであった。八重洲川には、当時まだ外堀が残っており、関東大震災の復興事業に合わせて、 これを渡る八重洲橋を建設して1929年6月に完成し、この橋に接続して八重洲口が開設された。古戦橋は、その後第五ホームの増設工事に伴って、校舎通路への接続に変更されたが、当初の予想より長く使われ続け、1952年9月1日に新通路に切り替えられるまで使用された。東京駅では開業以来、山手線、 京浜線、中央線は電車による運転であったが、東海道本線、横須賀線は蒸気機関車による運転であった。しかし世界的な電化の流れもあり、1925年12月13日に東海道本線、東京高図間、横須賀線大船横須賀間の電化工事が完成した。同日よりまず、横須賀線から 電気機関車による試運転が開始された。この時点では、蒸気機関車と10連運転とする電乗運転であったが、翌1926年4月21日から電気機関車のみの10連運転、8月2日から通常の単独運転となった。さらに8月25日に東海道本線でも構図までの試運転が行われ、 1927年5月11日から湘南方面の列車すべてが電気機関車運転に、さらに7月1日に東京高津館の急行列車も電気機関車運転に切り替えられ、これにより東京駅には入れ替え機関車を除いて蒸気機関車の発着がなくなった。さらに横須賀線について言えば1930年3月15日から、 電車による運転に切り替えられている。1923年7月1日から東京、下関間に3等車を連結した、特別急行列車第3.4列車の運転が開始され、特急がに往復となった。しかし当時は特急であっても愛称は付けられていなかった。昭和初期の不況対策として、国民に対して鉄道に親しんでもらうことを狙い、愛称を 一般から公募して1.2二等特急を富士三等特急を桜都市1929年9月15日より運転を開始した。さらに1930年10月1日からは東京神戸間に特急円の運転を開始した。これは従来の特急に比べて2時間30分の時間短縮であった。東京神図間はすでに電化されていたものの 機関車交換の時間を節約するため、東京駅から C51 形状機,機関車が牽引した。1934年12月1日に単なトンネルが開通して沼津までが電閣間となり、これにより、円も沼津まで電気機関車で牽引されるようになった。東京ステーションホテルはこれまで西洋圏が営業委託を受けてきたが、1920年の台風で、 上野西洋圏が倒壊し、さらに関東大震災で築地の西洋圏も消失するなど災害が相次ぎ、その経営が悪化してきた。これに伴い、ステーションホテルもサービス低下が指摘されるようになり、そのうち従業員との葬儀まで起きるようになってきた。こうしたことから鉄道省は西洋圏への営業委託を打ち切ることを決め、 1933年10月末限りで契約解除となった。鉄道省はホテルを直営とする方針を固め、重機や調度類を買い上げ、従業員も引き受けた上で、新たな支配人を配置して、同年12月27日、東京鉄道ホテルとして再出発した。新しい支配人の従業員教育はうまくいき、サービスが改善されて、稼働率が急上昇し、 大きな利益を上げることができるようになった。1934年10月13日、東京駅出札口の収入金が差し押さえを受けるという陳事件が発生した。神田付近での高架専用地の買収をめぐって、地主と裁判になり、鉄道省側が8,955円50銭の支払い命令を受けていたが、その支払いの延期手続きがなされていたのに気づかずに、 執行官が執行命令書を持って東京駅を訪れて収入金の差し押さえを始めたものであった。途中で支払い延期手続きがなされていたことが判明して収入金は結局返却され裁判所側は非常識で強引な執行を以降は取り締まると遺憾の意を表明して落着した。東京駅に発着する列車は開業当初東海道本線が上下52本。 横須賀線が上下28本であったが、1935年には、それぞれ上下104本、上下98本へと増加した。これに加えて、回送列車の運転もあり、副線では運転本数の限界に達していた。さらに山手線、京浜線電車も当初は2の3両程度の電車が15分おきに発着していたものが、 この頃には5から8両連結の電車が1分40秒間隔で運転されるようになり、それでもラッシュ時には混雑率が200%に達するという状況であった。開業時1日平均9500人であった乗客数は1934年調査では1日平均列車客9733人、電車客11691人と12倍強に増加し、 駅の開業から20年でほぼ限界に達していた。さらに満州事変に伴う軍需景気などで輸送量は増加の傾向にあったことから1935年の計画で東京駅の改良工事に着手することが議会の承認を受けた。この東京駅改良計画では八重洲側にあった車両基地を郊外へ移転させその跡地に第5から第7の3つのプラットフォームを 増設することになっていた。さらに、東京と田町の間で2000を増設して、都合6000にすることも計画に含まれていた。この線路増設はいずれ必要になると、以前から見込まれていたため、必要な土地は、関東大震災復興事業の際に、1918年2月15日にすでに田町、品川間では、京浜線と山手線の線路が分離され、 東海道本線と合わせて都合6線になっていたので、この工事が完成すれば、東京から品川までが6線になることになる。1940年に東京でオリンピックと万国博覧会が計画されていたため、これに間に合わせることを目標に工事に着手された。しかし戦争の激化に伴いオリンピック、万国博覧会は中止となり、増設計画も大幅に遅延。 縮小することになった。車両基地の移転先とされた品川の総車場を八重洲側の車両基地移転では移転の適地として当時品川にあった貨車総車場が選ばれたがそのために品川貨車総車場を玉突きで郊外に移転させる必要があった。そこで1929年8月21日に通称品鶴線と呼ばれる貨物別線と共に開設されていた。 新鶴見総車場をさらに拡張して品川貨車総車場の役割を引き受けることになり1935年6月に拡張工事が開始された1936年8月にひとまず第一期拡張工事が完成するがその後も第二次世界大戦後に至るまで拡張工事が続けられ日本を代表する大創車場として発展していった一方 品川の客車操車場については1937年10月に着工されたものの戦争激化に伴う労働力や資材の不足に悩まされ完成は1945年8月となったこうした玉付移転作業には時間を要しその間急務であった東京駅のホーム増設に着手できないのは問題であったことから第5プラットフォームに支障する部分のみを先行して 留置線の縮小を行い、その分は、オグの車両基地を拡張して、車両を留置することになった。東京から品川への客車走車場の移転は、1939年11月に一部が実施され、1942年10月に移転完了した。その後も東京駅に、品川県尺東京市区として一部の設備が残されていたが、 第二次世界大戦後さらなるホームの増設工事が進められる過程で縮小され、1952年7月1日に地上の線路は消滅した。東京機関区についても1942年11月3日に移転完了となった。増設される2線の利用方法については2種類の案が検討された。東京駅開業以来、西側の2線を 電車線として山手線と京浜線が共用し、東側の2線を列車線として東海道本線と横須賀線が共用していた。田町品川間ではすでに山手線と京浜線が分離されており立体交差が作られていたので、第一の案はこれをそのまま利用して増設線を山手線と京浜線の分離運転に充てるというものであった。しかしこの案では同様に逼迫している。 列車線の急場は改善されないという問題があった。特に、東海道本線の客車操車場が品川に移転されると、東京品川間の回送列車が増えることになるので、東京駅のホームをせっかく増設してもそれを活かして、東海道本線の増発を図ることは困難であった。第2案は、列車線の内横須賀線と電車線の内京浜線の一部を増設線に移すというもので、 横須賀線が移される分だけ、東海道本線の増発を図ることができ、また、需要増の著しかった、京浜線についても増発を図ることができる、ものであった。京浜線については増設線に移す分について、急行運転とする構想で、増設線はこのことから、京浜急行線と呼ばれたが、これは、私鉄の京浜急行電鉄とは、関係がない。この案は、山手線、 京浜線、東海道本線、横須賀線のすべてのダイヤが絡み合って、ダイヤ乱れが相互波及するという点や、田町の前後に複雑な立体交差を建設しなければならないという問題があったが、最終的にこの案が採用されることになった。これを前提として、東京駅のプラットフォーム使用計画が決められた。第一プラットフォームは中央線、折り返し、 第2プラットフォーム3番線は、京浜線観光北行、山手線内回り。4番線は、京浜線急行北行、第3プラットフォームは、横須賀線を折り返し。第4プラットフォーム7番線は、京浜線急行南行、8番線は、京浜線観光南行、山手線外回り。第5プラットフォームは、東海道線到着。中間の11番線に来回し線。 回送列車の着発線が入り、第6プラットフォーム及び第7プラットフォームは、東海道線列車の着発、一番外側のホームに、面市内16番線が来回し線、回送列車の着発線とする計画であった。新設プラットフォームはいずれも従来プラットフォームに、習って、幅を12メートルとした。また従来可動橋部分の桁下高さは点五メートルで作られていたが、 新しい道路構造例で4.5メートルが要求されることになったため、新設プラットフォームの線路に関しては、従来より1.2メートルレール面を高くすることになった。従来のプラットフォームは森土構造であったが、新設部分についてはその下を旅客コンコースとして利用するために、鉄筋コンクリート高架橋とすることになった。この他、 八重洲口の駅舎は1929年の開設以来仮設のままであったのでこの機会に本建築とし駅前広場の整備も行うことになった。しかし外堀があって整備余地は残されていなかったため駅舎北側のスペースを自動車の駐車場に当てることになっていた。通路については第二ホームまでしかなかった中央通路を八重洲側まで貫通させるとともに 乗車通路の北側にも一本通路を新設して、これを列車客の乗車通路に、従来通路を電車客の乗車通路に分離する構想とされ、この他に自由通路を新設する計画が作られた。京浜急行線計画における東京品川間、配線計画、東京駅第7プラットフォームは描いていない。この計画は結局実現しなかった1937年に、 東京駅第5プラットフォームに着工された。9番線となる1 0 0 2中式の高架橋と、10番線から12番線となる3003中式の高架橋が建設され、プラットフォームは幅12メートル、長さ300メートルとされた。当初東京駅を受け負ったのと同じ大林組が建設を担当した。鉄筋や鉄下駄の溶接を、鉄道重構造物としては初めて採用した。 資材不足により大幅に遅延したものの、1942年9月25日に供用開始され、戦時下で激化していた混雑を幾分緩和することができた。田町までの戦造工事については1936年1月に着工された。この区間についても、鉄筋コンクリート高架橋とされ、既存のレンガーアーチ橋とできるだけ、景観を揃える努力がされている。 また一部外堀に沿う区間では、外堀の中に橋脚を建てる必要があり、その流水素外分を補うために、堀の反対側の道路を買収して、堀にした。浜松町田町間及び田町品川間には、立体交差のための古線線路橋が必要で、複雑な廃線の構内で建設する困難な工事となった。1942年7月に、先造工事が完成し、 まずは新設した高架橋に東海道本線と横須賀線の運転を移転した。その後、従来列車線が使用してきた高架橋の修復、老朽化対策工事を行った上で横須賀線を戻し、京浜線急行電車の運転を開始する予定であったが、戦争の激化に伴いこの部分は未完成で中止となった。大陸での軍事行動に伴い、 輸送力増強とスピードアップが求められるようになったことから、1940年度には弾丸列車の計画が始まった。これは、東海道本線に標準規複線を増設するという、後の新幹線につながる計画で、東京におけるターミナル駅はいくつか案があったが、東京駅に乗り入れる案もあった。東京駅に乗り入れる案では、建設に取り掛かっていた在来専用、 第7プラットフォームよりさらに、八重洲側に、幅15メートル、長さ400メートルのプラットフォームを到着用2面、出発用2面の合計4面増設する計画となっていた。このために八重洲口の駅舎は大きく、東側に移され、その東側にさらに広大な駅前広場を建設する予定になっていた。また、田端方面まで線路を延長してその先に、 車両基地を作る計画ともなっていた。しかし、弾丸列車計画は戦争の激化に伴い中止となっている。戦災を受けた東京駅、プラットホームにも屋根がない戦災を受けた東京駅、東京駅丸の内口駅舎の戦災修復工事、東京駅、と待合室戦災修復工事後の丸の内口駅舎空から見た東京駅、昭和初期丸の内側の駅前地下には、 乗客のための噴水浴場が設けられた全国に先駆けて設置された自動券売機第二次世界大戦は次第に激化していったものの1941年頃までは軍需景気もあって旅行が盛んで不要不急の旅行を止めるよう呼びかけが行われ卓客機には急行列車の乗車制限も行われていた対米開戦後は特急急行券は軍務 観光庁、軍事産業関係者に優先発売とされる措置が取られた。1942年10月6日には、戦時陸運非常体制要項が決定されて、沿岸船舶輸送の貨物が鉄道に転嫁され、ますます旅客輸送は逼迫していくことになった。東京駅職員にも出生者が相次ぎ、要員不足のために、女性の採用が大幅に拡大されていった。 1944年4月1日には、決戦非常措置要項が決定され、長距離の移動には旅行証明書が求められ、短距離の移動への利用も制限し、特急、一等車、寝台車、食堂車が全廃されるなど大幅な制限が実施されるようになった。1945年3月20日のダイヤ改正ではついに急行列車も東京。 下関間の位置を往復のみを残して全廃された。1944年も末になると、いよいよ空襲が激しくなり、列車の運行が阻害されることが多くなっていった。特に1945年3月10日に、連合国軍機によって行われた東京大空襲では、翌日被災者が東京駅に殺到し、東京都職員の発行する理災証明書を受けて、 地方への疎開が行われた。5月25日22時30分頃から約2時間半に渡って B-29 約250機による東京空襲が行われ、この際に丸の内駅舎降車口付近に焼夷弾が着弾して炎上した。駅員総出で消火活動に当たったものの火星が強く駅舎全体に炎上したため重要書類の搬出と旅客の避難に努めた。 その後2時過ぎに第1プラットフォームへ炎症が始まり、第2.3プラットフォームへも広がっていった。沈下したのは26日の朝7時頃で、最終的に、丸の内駅舎、第1プラットフォームのすべて、第2プラットフォームの大半、第3プラットフォームの事務室、待合室、第4ホームの一部、電車信号呼気所などを消失した。しかし、駅員、 乗客ともに一人の負傷者も出すことがなかった。即日復旧工事に着手され、翌27日には、第三ホームを利用して5本のみであるが、列車の運転が再開された。この日は、乗車260人、降車350人、乗車券の発売7枚、収入117円であったと記録されている。十八日には、第二プラットホーム点四番線の復旧が、 完了して、電車の運転が再開され、長距離列車は15本が運転されたが、中央線、横須賀線は運休のままであった。29日には、単線運転で中央線が列車を使用して運転再開し、30日から中央線が、副線での電車運転を再開した。31日には、京浜線、山手線が、所定運行に復旧し、 横須賀線が運転を再開した。そして6月2日に、始発から全列車が、所定の運転に復旧することになった。乗車券の発売などはバラックを建てて行っていたが、駅舎もホームも屋根がなく、雨の日には傘を差して、列車を待ったねばならなかった。6月20日8時30分頃には一機のみで、侵入した B-29 が、八重曽口から500メートルほど離れた場所に250。 キログラム爆弾を投下し、多くの窓ガラスが割れるなどの被害を出した。1945年8月15日に終戦を迎えた時点で、鉄道は戦時中の国史や空襲被災で極端に疲弊した状態にあったが、残された数少ない交通機関として、新中軍輸送や福音輸送に取り組まなければならなかった。新中軍対応としては、東京駅でも、 9月15日にまず乗車口にと設置し、12月20日にと待合室と事務室が完成した。10月1日から潜災復旧工事に本格着手した。丸の内駅舎については屋根組みの鉄骨は焼けただれて垂れ下がり、床板コンクリートも穴だらけになっているような状態であった。被災度が激しく構造体の鉄骨やレンガの強度に 不安の持たれるところであったが、東京大学教授の武藤清の総合診断を受け、最終的に当時の運輸省建築課長、伊藤修の裁断により、赤レンガ部分をできるだけ残しつつ、被害の大きな3階を取り壊して2階建てにし、乗車口、降車口のドーム丸屋にはピラミッド型に、屋根の複雑な塔を配して、直線的にし、入手困難な鉄骨の代わりに、木の角材を用いて、 工事を行うことになった。屋根の復旧では、陸軍から運輸省建築家に移ってきた高山薫が木造トラスの設計を行い、木材を組み合わせジベルと釘で接合した工法を採用している。屋根吹き材は、トタン板を亜鉛ッキして使用し、ペンキ塗り仕上げされたが、1951年から1952年にかけて、富め山天然スレートで吹き替えられている。 屋内天井では今村三郎の設計により戦争終結で航空機用のジュラルミンを容易に入手可能であったことから鉄骨で裏打ちしたジュラルミンバリペイント仕上げとされた。4から5年、長くても10年持てば良いとの考えで設計されたものであったが結局21世紀に入ってからの復元工事まで60年近くにわたって用いられることになった。 この2階建てにする復旧工事は1947年3月15日に完成し、以降内装などの復旧を順次進めていった。丸の内駅舎の乗車口側にとの設備は応急で完成していたが、より本格的なものを作るように指示を受け、南口の旧三島町合室に本設を行うことになった。まだ完全な復旧のなっていない。 丸の内駅舎の中でここだけは別世界で、代理縛りのカウンターやゆったりとしたソファなど、まばゆいばかりの設備を持っていた。特に浮き彫りの壁画は、中村純平が原画を描き、本郷市に率いる若手グループが掘り上げた作品で、都としての使用が終わった以降も、大切に保存された。都は1947年5月1日に、完成して、使用開始されたが、 講和条約後変換され特別待合室となり、その後駅室と無室などとして使用されてきた。壁画は、その後丸の内駅舎復元工事に伴い、保存展示されることになり、2012年9月24日から、京葉線八重洲改札付近に移設されて、公開されている。一方の八重洲駅舎は、消失を免れたため、駅機能は、しばらくの間八重洲側に集中することになった。 日本橋、京橋方面の復興が早く乗降客数の増加が著しかったこともあり、総工費2000万円余りをかけて、当時としてはスマートな木造2階建ての駅舎が1948年11月16日に完成し、面目を一新した。ところが完成して半年ほどの1949年4月29日10時30分頃、駅舎内日本食堂の一階工事現場から、 工事妊婦のタバコの火の不始末により出火した。工事用の壁により、付近の通行人が発見できず、第5プラットホーム上の駅員が発見した時には、すでに手の施しようがないほど火が広がっており、消防車などが駆けつけて、消火活動を行って1時間後の11時30分頃に、沈下したものの、駅舎のほぼ全部と東京車小区、宿舎3棟を全焼してしまった。 損害額は約1億円に達した。このほか第1プラットフォームから第4プラットフォームまでの運転事務室や信号庫機所などが繊細で消失していたため、復旧工事が行われた。また終戦後まで、八重洲側には外堀が残されていたが、繊細の残骸整理を行うために、付近の住民が無秩序に外堀に瓦礫を捨て始めたことから、 東京都で急遽ガレキステバを指定してその範囲での外堀の埋め立てを行うことになった。大戦前には外堀の埋め立てができれば理想的な駅舎及び駅前広場を建設できるが到底許可が得られないと関係者を探索させていたのであったが、こうして外堀の埋め立てができることになり、1947年11月20日に埋め立て工事が完成した。 さらにこの埋め立て工事に際して得られる用地を将来八重洲駅舎や線路の増設に利用できるように鉄道側から東京都に対して申し入れがなされ結果的にこの時に確保した用地は後に新幹線に役立てられることになった東京鉄道ホテルは3階の床が残っておりうろをしのげることから戦災後2日目から簡易ベッドを2階に並べて仮営業を開始した 運輸省は国鉄本体の復旧に集中する方針となったことから付帯事業は外部委託を進める方針とし12月1日に日本交通公社に委託されたしかしそのまま使える状態ではなく復旧しても連合軍に接収される恐れが強いとして12月1日から当面の間休業とされることになったその代わりに百四十六年三月二十日から 東京駅と丸ビルを結ぶ地下道に簡易ベッドを並べて宿泊所とし、後に東京丸の内ホステルと称した。この営業は1949年1月下旬まで続けられた。戦災復興後も赤レンガは焼けた状態のままとなっていたが、赤レンガを磨き上げてきれいにする工事がサンフランシスコ講和会議を目前に始められた。しかしこの際に、 工事中の物価上昇により予算不足となってしまい追加予算が認められなかったことから表側の耳がき上げて線路に面した川はモルタルで塗りつぶすことになってしまった当時の建築家からも表さえ良ければ裏はどうでも良いという日本人のさもしい考え方を日本の代表駅に表現してしまったと手厳しい批判を浴びることになってしまったこれについて 戦災復旧工事に携わった関係者は、単に戦災復旧は一時的なものだと考えていたから、後で本復旧するまで仮の復旧で良いとしてこうなったものであって、予算不足だったからではないと主張している。ただし、予算不足が理由と記述している東京駅市では、この作業は戦災復旧の時ではなく、その後別に外装工事をする時の話であると説明しており、 話が食い違っているところがある。結果的にこのモルタルは21世紀に入ってからの復元工事によって撤去されるまでそのままであった。丸の内駅舎では南側を乗車口、北側を降車口とする一方通行を続けてきたが、混雑緩和のために1948年6月20日、どちら側からでも乗降できるように変更した。ただし乗車口、 校舎口という名前はそのままであり、これを丸の内南口、丸の内北口、そして従来の中央口を丸の内中央口と改めたのは1959年11月1日となった。八重洲口に建設された鉄道開館ビル12階建てに増築5949年6月1日、国鉄は運輸省の一部門から独立し、 公共企業体の日本国有鉄道が発足した。戦災復興作業が一段落すると、国鉄は、電閣間の延伸や、特急の運転再開、増発などに取り組み始め、またそれまで主流であった機関車が客車を敬引する、方式から電車方式に転換を始めるなど、高度経済成長へ向けて、高速大量輸送を支える新しい技術とサービスの導入が進んでいった。 この時代は国鉄黄金時代と称される。1949年9月15日から戦後初の特急列車として平和が東京大阪間に運転開始された。翌1950年1月1日にはツバメに解消され、5月11日からはハトも運転開始されて2往復となった。また機関車牽引方式の列車では、 機関車の付け替え作業に手間がかかることも一因となり、1950年3月1日から東京沼津間及び東京伊東間に80軽電車を使用した湘南電車の運転が開始された。当初は度重なる故障から湘南電車ならぬ湘南電車の汚名を受けることになってしまったが、以降の電車方式での発展に大きな足跡を記すことになった。一方、 1946年4月22日から上野札幌間で運転を開始した連合軍専用列車ヤンキーリミテッドは同年7月15日から東京駅始発となり東京上野間の列車線を使用する珍しい列車となった。講和条約発行後日本人も乗車できるようになり大戦二百一1 2二零二列車となり 1954年10月1日ダイヤ改正でドアだと愛称が付けられたが、1956年11月19日ダイヤ改正で上野市従議に戻った。東京駅の設備に関しては大戦前に着工されて、戦時中に途中まで完成して中断していた拡張工事が大戦後再開された。以前の計画では東京多町間に増設する線路は、 横須賀線を東海道本線から分離し、また、京浜東北線の急行運転を行うために用いる計画であった。線路の増設は完成して、そちらに東海道本線と横須賀線の運転を移転し、急列車線を回収する工事の段階で中止となっていた。対戦後は、山手線、京浜東北線の輸送量増加が激しく、通勤地獄が出現してしまい、 その対策が、勝利の急であったことから、大戦前の計画を放棄して、新設線路は、山手線と京浜東北線を分離するために、当てられることになった。またこの通勤問題への救済として1946年8月1日から、東北本線、常磐線、高崎線の一部列車が列車線を経由して、新橋駅まで乗り入れるようになった。これは、 当初蒸気機関車牽引であり、電化が進むと電車化されたが、通勤輸送の増強が進んだ後も継続され、最終的に新幹線用ホーム増設工事に伴って1973年4月1日に中止となった。まず最初に着手されたのは、東京駅北側に列車用の引上げ線を増設する工事であった。この時点では、 山手線と京浜東北線の分離は決定されていなかったため当初は第6プラットフォームの増設と一緒に工事を行う計画であったが通勤輸送事情が逼迫してきて山手線と京浜東北線をホームだけでもとりあえず分離を行う必要に迫られたことから工事の手戻りを避けるために第7プラットフォームも同時に着工する方針となった。 1949年に引き上げ線工事に着手され、1951年12月1日に使用開始された。この引き上げ線は、その後東京上野間に線路を増設する際に転用する計画であったため、その後秋葉原駅付近まで、さらに延長工事が行われている。第6.7プラットフォームは、幅12メートル、長さ340メートルで、 第4プラットフォームに比べて1.67メートル、第5プラットフォームに比べても0.4メートル高く構築された。当時朝鮮戦争により深刻な構材不足が発生しており、ホームを支える桁に高価な構成桁は採用困難で、また単純な鉄筋コンクリートを採用すると安価になるものの戦前構築の第5高架橋への負担が増加してしまうという問題があった。 そこで当時は、まだ新しかったプレストレストコンクリートを採用することになり、慎重な試験を繰り返し、東京駅首相に持つ国書通路における実験的な適用を経て採用された。線路を乗せる高架橋については、第6プラットフォームに面する12番線までは、戦時中の高架橋工事で完成しており、13番線と14番線を乗せる、 高架橋及び15番線と16番線を乗せる高架橋を2線に中式で建設した。第7プラットフォームの方が先に1953年7月1日に東海道線列車用に供用開始され、続いて同年9月1日に第6プラットフォームの横須賀線、湘南電車への供用が開始された。またこの高架橋のもとを一部利用し、 八重洲口南側よりもさらに南にて、小荷物古記所が建設された。約6900平方メートルの建物が3億5000万円を投じて建設され1952年7月1日から使用開始された。その後取扱量はさらに増加を続けていたが、輸送改善のために旅客輸送と荷物輸送を分離することが検討されるようになり、東海道新幹線開業に合わせて、 塩止め駅に設置された設備に一部を移行し、さらに、塩止め駅の設備の改良とともに移転を続けて、東京駅での扱いは縮小していった。後に、トラックに押されて、荷物輸送は完全に廃止となっている。第4プラットフォームは、第5プラットフォームより1.27メートル低い位置にあったが、今後東海道線、横須賀線用として使用していく上では、 第5プラットフォームと同じ高さにあることが望ましかった。そこで第6、第7プラットフォームが共用開始して山手線と京浜東北線の分離工事が完了する前の時期に第4プラットフォームを一時使用停止してかさ上げする工事が行われることになった。また電車用に転用される第3プラットフォームについても多少のかさ上げが行われることになった。 このため1953年7月1日の第7プラットフォーム使用開始時に10.1112番線を使用停止して傘上げ作業を開始し、さらに9月1日の10.1112番線使用再開、第6プラットフォーム使用開始時に7.89番線を使用停止して配線変更と第4プラットフォーム傘上げ作業を行い、 11月1日に9番線使用再開と5.6番線使用停止し、第3プラットフォームかさ上げ作業を行うなどと順に作業を進めていった。翌1954年2月16日には8番線を使用再開し、3月30日にはそれまで4番線を使用していた山手線外回り、京浜東北線南行を6番線に移した。この間、 ますます混雑が激しさを増してきたことから上野駅におけるプラットフォーム増設工事完成を機に1954年4月15日から常磐線の電車が列車線を経由して有楽町まで乗り入れを開始した東京から有楽町まではすでに完成していた後に京浜東北線南行に用いられる線路を利用した単線運転で 朝夕のピーク時間帯1 0分間隔で運転された。この列車は東京駅では7番線を使用した。こうして順次工事が進められてきて、また東京田町間の橋桁や橋台などの改修、仮設工事、プラットフォームの整備、東京田端間の2線増設などの工事も進み、1956年11月19日に共用開始され、ここに 山手線と京浜東北線の分離工事が完成した。これにより、東京駅のプラットフォームは、第1プラットフォームが中央線電車発着、第2プラットフォームが山手線内回り、京浜東北線北港、第3プラットフォームが山手線外回り、京浜東北線南港、第4プラットフォーム7番線が列車到着、東北常磐 高崎線方面列車出発、8番線が列車到着、第5プラットフォーム9番線列車到着、10番線列車発着、第6プラットフォーム12番線湘南電車発着、13番線横須賀線発着、第7プラットフォームが列車出発、11.16番線はプラットフォームに面しない回送線となった。この間、 日本交通公社に営業委託することになっていた東京鉄道ホテルを東京ステーションホテルに名称を戻して運営を再開する方向になったが GHQ の指令で交通公社による国鉄乗車券発行への手数料が削減されることになり経営問題に発展したことから日本ホテルを設立して営業再開することになった 1951年1月17日に寄港式が行われ、同年11月15日に営業を再開した。また、中央通路は従来丸の内側から第一点に、プラットフォームまでだけ繋がっており、その幅も5メートルしかなかった。しかし位置的に乗り換えにも、八重洲側への行き来にも便利であったことからこれを、八重洲側まで貫通させる方針となった。これは、戦前からの計画であり、 第5プラットフォームの高架橋建設時にもそれが考慮されていた。1953年1月6日に着工され、1954年2月16日に開通した。新しく建設された部分は幅8メートルとされたが、従来部分はそのままで、また丸の内側からだと第1プラットフォームの前で、階段で上がり、第2プラットフォームの八重洲側で降り、 第4プラットフォームのところでまた登って、第6プラットフォームのところでまた下るという4カ所の階段を抱えた構造となってしまった。これに加えて、東京駅付近では約750メートルにわたって、東西方向に通り抜けできる通路がないという問題があったため、北側の旧で小荷物通路を転用して第一自由通路として利用することになり、 1953年7月1日に開通した。一方、八重添口は1949年の消失以降、仮駅舎を設置して営業してきたが、第6.7プラットフォームの整備やて小荷物国所の建設などで駅の整備が進んできたこともあり、本格的な駅舎建設に乗り出すことになった。当初は外堀通りに面するところまで駅舎を前に出し、 さらにその東側の土地を買収して広大な駅前広場を建設する構想もあったが地元の反対運動により頓挫し約38.0メートル交代させて駅舎を建設することになった国鉄だけの資本では実現困難であったことからいわゆる民衆駅として民間資本を導入する目的で鉄道開会が設立された年月日の 鉄道開通80周年記念の日に加えレシが挙行された。建設にあたっては、第7プラットフォームとの間にさらに2面のプラットフォームを増設可能なように配慮して位置が決定された結果、駅舎の前面の線がかつての外堀の線に一致することになった。正面幅132.0メートル、奥行きは南側で25.0メートル。 北側で四十五点零メートルとされ、本来は地下二階、地上十二階として計画されたが、建築基準法改正前であったためとりあえず第一期工事は六階までとなり、1五十四年十月十四日に、竣工した。東京の百貨店各社は、あまり駅ビルに興味を示さなかったことから、東京進出に熱心であった、関西を地盤とする大丸が進出することになり、 同年10月21日営業を開始した。またこれに先立ち、第6.7プラットフォームの高架下を利用して1953年7月1日に東京駅名店街が開設され、1955年7月20日には、八重洲駅舎と第7プラットフォームの間を結ぶ連絡ワイヤが完成して、ここに待合室なども設置された。この間、 1953年7月1日に八重洲乗車口と八重洲北口、9月1日に八重洲中央口と八重洲南口が開設されている。山手線と京浜東北線の分離運転が開始されたのと同じ1956年11月19日、東海道本線の全線電化が完成し、特急ツバメ、つばめ、はとは EF58 系電気機関車が全線を、 通して牽引するようになった。また、九州との間を夜行で結ぶ朝風も運転を開始したが、当初は各種の信頼者や座席者の寄せ集めであり、1958年から20軽客車による固定編成となって、いわゆるブルートレインとなった。さらに1958年11月1日から20軽電車による初の電車方式の特急。 小玉が運転を開始した。この時期は、電車休行も大増発され、夜間は10分おきに夜行列車が出発するなど、東京駅は、優等列車の発着で1日中にぎわっていた。これに加えて1957年10月15日からは、準急日光が日光へ向けて運行を開始し、以降東京駅に発着する東北本線、高崎線、常磐線の特急、 急行列車は増加していった。一方、東北、常磐高崎線方面からの普通列車の東京乗り入れでは、順次電車化、電気機関車牽引化が進められていったことから、1961年5月31日の、常磐線第435.424列車牽引の C62 形状機機関車を最後に、東京駅における蒸気機関車定期運行が終了した。 1935年時点で1日約12万8000人であった東京駅の乗降客数は第二次世界大戦後も増加し続けて1955年時点で1日約49万8000人に達した中央線においても通勤客が激増しており大規模な戦造計画なども検討されていたが短期間での対応は困難であった一方で東京駅では 第2、第7のプラットフォームが、いずれも幅12メートルであるのに対し第1、プラットフォームのみ、幅9メートルで、朝ら主人2分間隔で到着する列車からの、降車客が溢れて、回避制限を行わなければならない状況があり、2分間隔の維持に支障をきたしていた。そこで、2番線と3番線の間に留置線が一線、あったことを利用して、2番線を撤去し、 従来の留置線を新たな2番線とし、その分4メートルホームを広げて、幅13メートルにする工事を行うことにした。あらかじめホーム用壁を留置線脇に作っておき、ホーム用のプレストレストコンクリート板を準備しておいて、1957年7月14日の夜に一晩で拡幅工事を施行した。さらに乗車口へ通じる通路を拡幅し、これへ降りる階段も拡幅した。 中央通路についても5メートル幅で残っていた部分を拡幅して8メートル幅として丸の内から八重洲まで統一した幅を確保し、かつ第一点にプラットフォーム下にあった2カ所の階段を撤去して階段を残り2カ所とした。校舎口へ通じる通路についてもこの機会に階段の付け替えや拡幅を実施した。これらの工事の際に将来第一プラットフォームより 丸の内側に追加のプラットフォームを増設することを考慮した配置としている。これに加えて、1953年7月1日に開通した第一自由通路だけでは処理しきれないくらい、通り抜け利用者が増えてきたことから第二自由通路に着手することになり、もともと郵便地稼働として利用されていた通路を転用する工事が1958年1月14日に始まった。 この通路はもともと、八重洲側から第2プラットフォームまでしか通じていなかったので、丸の内側まで貫通させる工事を実施し、総工費2400万円をかけて1959年3月10日に開通した。丸の内線の東京駅プラットフォームこうした、東京の輸送需要の救済を図るためにも、第二次世界大戦後は地下鉄号の整備が進められた。 東京駅に関わるものとしては、帝都高速度交通営団丸の内線が1956年7月20日に、淡路町駅から東駅まで開通した。さらに1957年12月15日には、西銀座駅まで延長されている。この丸の内線東京駅は丸の内、川駅前広場の地下に建設されており、地下通路で丸の内南口、丸の内北口との連絡が図られた。 また中央線の混雑緩和が課題となっていたが、都心部の線造工事はほとんど不可能となっていたため、地下鉄への直通乗り入れが行われることになり、東西線の建設と中央、総武観光線から乗り入れが決定された。東西線は丸の内線の淡路町東京間の開通と同時に、開設されていた大手町駅に1966年10月1日に乗り入れた。 大手町駅と東京駅の間は地下通路が建設されて連絡を果たすようになり中央線の快速電車の混雑率緩和や秋葉原駅の乗り換え混雑の緩和に大きな役割を果たしたこうした地下鉄建設もあり東京駅の国鉄の乗降客数は1965年の1日約82万6000人でほぼ頭打ちすることになった高度経済成長を背景に 東海道本線の輸送需要も増加を続け、いよいよ限界に達しつつあった。このため戦前の弾丸列車計画を受け継いで、新幹線計画が開始されることになり、1959年4月20日に新丹那トンネル東口において、非公式が行われた。一方東京におけるターミナル駅をどこにするかは、決定が遅れた。東京駅における混雑が、 さらに激化することを懸念する意見もあったが、周辺交通への乗り継ぎの便を考慮し、また、八重洲駅舎建設時に第7プラットフォームとの間に、さらに2面のプラットフォーム建設余地を残してあり、乗り入れる余地があったこともあり、東京駅をターミナルとすることが決定された。こうして1960年11月12日に、東京駅構内の工事に着手された。 東京駅へ乗り入れる東海道本線の線路は、この当時横須賀線の電車が共用していたが、輸送力の逼迫を背景に、戦災復興時に入手しておいた線造用地を利用し、横須賀線用の線路増設を行う工事が検討され、実際に基礎工事も開始されていた。しかし新幹線建設が決定したことにより、この用地は新幹線用に流用することになった。 新幹線が開通すれば、東海道本線の輸送力に余裕が出るので、横須賀線との分離工事は先送りできると判断されたためである。有楽町付近においては土地を確保できていなかったが、道路をまたいで高架橋を建設することで解決された。建設には、東京駅開業以来建設を受け負ってきた大林組に加えて、鹿島建設が参加し、高架橋工事と 幅10.2メートル、長さ360メートルのプラットフォーム2面を増設する工事を行った。またその下部に広い旅客コンコースを設置し、それまでここにあった名店街を地下に移設した。こうして1964年10月1日、東海道新幹線が開通し、第8.9プラットフォームの17.1819番線が共用開始となった。この新幹線ホームは、 当初16番線を含む2面4線として計画されていたが、16番線は在来線のま回り線としてすでに使用されており、開業当初の新幹線の列車本数では2面3線で十分であったことから、開業後の需要を見ながら必要に応じて増設するということになり、16番線はそのまま在来線用に損置されていた。 しかし新幹線開業後の旅客需要の増大は急激であり、1967年3月に列車増発を実現することを目指して、新幹線用に16番線を転用する工事が1965年10月に開始された。また1969年から新幹線の16両編成化が計画されていたため、当初全長360メートルで建設されていた。 プラットホームを南側に70メートル延長する工事を行った。在来線側の建築限界に支障されて、ホーム幅が狭くなっていた南側についての拡幅も実施されている。転用に関しては、新幹線のレール面は在来線に比べてさらに1.9メートルほど高かったため、在来線用の高架橋の上に鉄桁を挿入して、レール面をかさ上げする工事を行っている。 このほか、16番線に支障されて建設していなかった部分の高架橋の建設工事が行われている。新幹線用の16番線は、1967年3月10日に共用開始された。この頃、八重洲川の整備がさらに進展していた。狭い八重洲駅前広場の旅客を裁くために、地下街と地下駐車場を設ける構想となり、1963年6月に、 着工した八重洲地下街は1965年6月に1機工事が竣行し、さらに1969年2月に2機工事竣行となった。この地下街は地下1階に店舗が地下2階に駐車場が設置され、一部設けられた地下3階に機械設備類が収められている。この地下街の駐車場は首都高速八重洲線と地下での連絡が可能な構造となっている。 また当初から、八重洲の駅舎は12階建てを目指して計画されていたものであったが、建築基準法の高さ31メートル制限により、暫定的に6階建てで進行していた。1964年に建築基準法が改正されて高さ制限が緩和されたため、当初予定の12階建てに増築する工事に1967年1月に、 着手し1968年6月30日に春行した。横須賀線はこの当時東京から大船まで東海道本線に乗り入れて運転を行っており、両線の列車が競合して列車の増発は困難な状況にあった。通勤圏の郊外への広がりによって横須賀線の混雑は深刻化し、 1930年の横須賀線電車運転開始時には5両編成の列車が20分間隔であったのが、この頃には13両編成で7から8分間隔にまで輸送力を増強していたが、混雑率は300%にも達する状態であった。混雑緩和のために横須賀線を東海道本線から分離する目的で実際に一度は、 東京品川間での先造工事に着手されたが、新幹線に先造用地を転用されることになってしまった。新幹線により、東海道本線の長距離輸送需要が移転すれば、しばらくはしのげると判断されたためでもある。一方の総武本線についても、戦前には住宅開発が遅れた地域であったのがこの時代になって、急速に住宅が増加し、混雑が激化していた。 地下鉄東西線の建設によって一旦は、総武本線の混雑が緩和されたものの、それがまた新たな住宅開発を招いて、再び混雑が激化しつつあった。その対応として、通勤後方面作戦の一環として、横須賀線や総武本線についても、戦造が行われることになった。総武本線を複々線化し、近視町から地下線で、東京駅へ入り、品川へ抜けて、 そこから貨物船を転用した路線に抜けて、大船までを完全に別線化することで、総武本線と横須賀線は直通運転を行えるようにすることになった。これにより結果的に、バルツァーの提案した、総武本線の東京駅乗り入れが実現することになった。東京駅の総武、横須賀地下ホーム1968年1月10日に、東京地下駅の工事が着手された。 この地下駅は東京駅の丸の内側の駅前広場の下に地下鉄丸の内線東京駅よりさらに下を潜って建設された。地下5階の構造で深さは25から26メートルあり、長さ300メートルのプラットフォームを2面4線として建設した。営業を続けたままの丸の内駅舎及び地下鉄の元で建設を行う難工事であったが、この工事により、 丸の内北口と丸の内南口は地下でつながり広大な地下広場が形成された。横須賀線が使用することになる貨物線から貨物列車を移す先になる新たな貨物線建設工事が沿線住民の反対運動で大きく遅延したことから総武本線の方が一足先に開通することになった。こうして1972年7月15日、 総武本線の東京乗り入れが開通して、東京地下駅が利用開始され、東京駅は総武本線の起点ともなった。当初は地下駅のうち1から3番線のみの使用で、4番線の使用開始は1975年3月10日となった。その後1976年10月1日から品川までの地下線が開通して、総武本線の電車が延長運転を開始し、 1980年10月1日に当初の予定通り横須賀線の分離が完成して横須賀線と総武本線の直通運転が開始された。東名ハイウェイバス乗り場1969年6月10日には東京駅や重南口に東名ハイウェイバスの乗り場が新設され東京駅は高速バスによっても名古屋や大阪と結ばれるようになった。一方、 東海道新幹線は予想を上回ってさらに利用客の増加が続いていた。さらに1970年に予定されていた日本万国博覧会対応の輸送を考えれば2面4線でも不足すると見込まれるようになり在来線のホームを新幹線用に転用する検討に入った。しかし後期的に大阪万博に間に合うように建設することは困難であり、 万博輸送は二面四線で乗り切ることになった。その後総部横須賀地下ホームが開業して横須賀線が地下に移転すれば地上プラットホームの負担が減るため転用が可能となると見込まれた。そこで山陽新幹線が博多まで開通する1975年をめどに新幹線への第七プラットホームの転用工事を行う方向となった。 一方、九百七十年五月に全国新幹線鉄道整備法が成立して、翌九百七十一年一月には、東北、上越、成田の三新幹線について、基本計画が制定された。これらの新幹線の東京側のターミナルの場所についても検討が行われたが、最終的に東京駅に乗り入れるほかはないと結論され、九百七十一年十月十四日に、 東北上越新幹線の工事実施計画が運輸大臣承認を受けた。これにより東京駅では新幹線用に4面8線が必要とされることになり、第7プラットフォームだけでなく第6プラットフォームも新幹線への転用が必要となった。横須賀線の地下駅への移転は遅れていたものの、博多開業までに間に合わせるためにまずは早急に 第7プラットフォームの転用工事に着手することになった。こうして1971年11月28日に東京駅構内で東北新幹線の起工式が挙行された。まず在来専用の第7プラットフォームを使用停止する準備の工事が1972年3月から開始された。この頃は東京駅に東北、高崎、 常磐線方面の優等列車や一部普通列車が乗り入れてきていたが、これを上野で打ち切りとするために、上野駅の信号国所の改良や、上野秋葉原間に留置線の設置などを行った。また、東海道本線でも東京駅へ乗り入れできなくなる一部の列車を収容するために、品川駅の第4.5プラットフォームの有効長の延伸と、東京側での配線変更を実施した。 これに加えて、南側に荷物電車の留置線があったために到着のみしか処理できず、折り返すには一旦神田側に引き上げる必要があって効率が悪かった第4プラットフォーム7番線について、留置線を整理して7番線から直接出発できる配線に変更し、これにより引き上げ、回送の回数が大幅に減少して効率的となった。 東京を上野間の列車線の整理や、東京駅構内の支障移転なども実施した。こうした工事を終えて、1973年4月1日に、第7プラットフォームが使用停止となり、東北、高崎、常磐線からの優等列車及び、中距離列車の東京駅乗り入れは廃止となった。また東海道。 横須賀線の発着番線については、東海道本線の優等列車は減少していたことも、あり、第4プラットフォームを、湘南電車に、第5プラットフォームを、横須賀線に、第6プラットフォームを優等列車に使用するように、変更された。その後、横須賀線の地下への移転完了により、第6プラットフォームの13番線が廃止となり、優等列車、 さらに12番線も1988年3月13日に廃止となり、第6プラットフォームの使用が停止されている。その後、第7プラットフォームと15番線を約2.0メートルかさ上げして、新幹線対応に転用する工事を行い、目標としていた新幹線博多開業には遅れたものの、1975年7月18日に第 7プラットフォームと15番線が新幹線用に使用開始され、東京駅の東海道新幹線ホームは3面5線となった。さらに、新幹線の運転距離が長くなり、事故、雪害等での遅延対策に必要とされたことから、14番線についても工事が行われ1979年12月1日に使用開始された。これにより、 東京駅の東海道新幹線ホームは3面6線となった。当初の計画では、第8.9プラットフォームが東海道新幹線用で、第6.7プラットフォームを東北上越新幹線用に当てる予定となっており、相互直通運転も想定されていたが、実質的に第7プラットフォームが東海道新幹線用に使われることになってしまい、東北 上越新幹線の乗り入れが困難となってしまった。これは上野駅にサブターミナルとして2面 e 4線の設備を整備することにつながった。また相変わらず、コンコースや通路の混雑は激しく、特に中央通路は、総部横須賀線地下ホームの開設以来その利用客が八重洲側と行き来するのに使用されたことから非常に混雑してきていた。 そこで、従来の幅8メートルを一挙に3倍の25メートルに拡幅する工事を行うことになった。また丸の内側には、地下鉄の駅や総部、横須賀地下ホームがあり、八重洲側には、地下の名店街や駐車場などがあってこの間の行き来もあったことから、中央通路の地下にも通路を設置することにした。1975年3月に着工され、 まず1979年4月1日に中央通路の拡幅工事が完成した。さらに中央地下通路についても1980年9月30日に開通となった。在来線と新幹線を乗り換える改札付近の混雑も激しく、将来的に第6プラットフォームを新幹線に転用すると乗り換え改札がさらに丸の内側に押し出されてきて、 乗り換え客の滞留スペースがほとんどなくなってしまうことになる。そこで東京駅開業以来森土の効果であった第4プラットホームの下を高架橋に改築して乗り換えコンコースに当てることになり、1976年3月に着工された。既存のホームや線路の脇から仮の柱を地下まで打ち込み、これによりホームや線路を仮受けした上で下部の森土を撤去し、 本節の高架橋を工事した。この工事により拡大されたコンコースは1980年10月に使用開始された。この工事に伴って第一自由通路が使用できなくなったため、第二自由通路よりさらに神田川に新しい自由通路を設置する工事を行い、1981年3月1日に使用開始された。 東京駅京葉地下ホーム1991年から東京駅総部横須賀地下ホームに乗り入れるようになった成田エクスプレス東駅で分割併合を行う東北新幹線のプラットホーム建設工事東京駅の東北新幹線ホームこの第6プラットホームは新幹線開業時は12.13番線であった1987年4月1日日本国有鉄道は 分割民営化されて JR グループが発足した。分割方法に関しては様々な意見もあったが結局東海道新幹線は東海旅客鉄道が一括して営業することになり東京駅は在来線部分を引き継ぐ東日本旅客鉄道との間で分割されることになった。新幹線の財産に関しては各社の収益を調整するために設置された 新幹線鉄道保有機構に帰属することになったが、どの部分をどの会社に帰属させるかが問題となった。最終的に東海道新幹線が使用する線路やプラットフォームがある範囲の上下の空間と土地は JR 東海に帰属させることになった。これは東海道新幹線の設備から雨だれが落ちてくる範囲は JR 東海に帰属するということで、 雨だれ方式と呼ばれた。ただし第7プラットフォームについては、建設時には東北新幹線用として計画されたという経緯があったために JR 東日本に帰属するのが本来であるという考えがある一方、当時東北新幹線はまだ東京まで開業しておらず、現実には東海道新幹線用に使用されていたことから様々な議論が行われた末に、 土地は JR 東日本が所有するが、設備は新幹線鉄道保有機構に帰属し、土地を無償で機構が使用できる地条件を設定することになった。こうして土地と空間は JR 東日本と JR 東海に帰属し、新幹線専用の設備については新幹線鉄道保有機構の所有となった。あとに1991年10月に、 新幹線鉄道保有機構から JR 各社が設備を買い取り、東京駅の設備は JR 東日本と JR 東海が所有するようになっている。民営加後の東京駅では、これまでと変わった取り組みも始められた。1987年7月21日から丸の内北口において JR 東日本東京駅と 東日本鉄道文化財団の主催で東京駅混というコンサートイベントが毎週火曜日に開催されるようになった。このイベントはコンサートが珍しくなくなったことを理由に2000年11月9日夜の開催を最後に打ち切られた。しかし2004年10月13日から赤レンガコンサートとして毎年春と秋にコンサートイベントが開催されている。2006年からは 東京駅の保存復元工事に伴い休止となり、上野駅と仙台駅において、上野の森コンサート、森のとコンサートと称して開催している。1987年12月17日から23日にかけて、東京駅の寄品通路をギャラリーとして利用する美術イベントが開催され、森やただしによる100人一種の絵が展示された。これが好評であったことが一つのきっかけとなり、 駅を単なる通過点ではなく文化の場として提供したいという意図に基づき、1988年4月1日には東京駅丸の内駅舎内に東京ステーションギャラリーが開館した。2006年に東京駅復元工事に伴い休館となるまで105本の展覧会が開催された。丸の内駅舎復元工事完成に伴い、2012年10月1日に 再開館している。一方、1992年からは日本に赴任した中日大使の新任情報定式に際して東京駅の寄品室から馬車によって皇居に向かうようになった。この際には新任大使は寄品室において馬車を待ち、その間東京ステーションホテルの職員が日本茶でもてなすことが慣習となっていた。しかしこれも東京駅工事に伴い、 2007年4月5日から明治生命間発に変更となっている。駅の工事もさらに続けられた。京葉線はもともと東京外環状線の一環として東京湾岸沿いの貨物線として計画された。しかしオイルショックの影響により貨物需要は減少し、沿線の工業用地の住宅用地への転用が進められ、東京ディズニーランドなども立地したことから、 沿線の自治体の要望により旅客転用されることになった。まず西船橋接続で、京葉線は運転を開始したが、これは総武本線や地下鉄東西線への負担が増すことを意味していた。これを抜本的に解決するためには、京葉線を直接都市に乗り入れることが必要とされた。一方で計画されていた成田新幹線は、 沿線住民の反対運動のため中止となっていた。そこで、成田新幹線乗り入れ用に計画されていた丹野強化道橋付近の地下スペースを、京葉線の乗り入れに転用することが決定された。1983年7月5日に、都心乗り入れの認可を運輸大臣から受けて工事が進められた。設計に際しては、首都高速や既存の鉄道高架橋、 地下鉄丸の内線、そして横須賀線の地下トンネルなどの位置が考慮され、将来的に皇居方面へ延長することも可能なように、横須賀線トンネルを下に潜る位置が選ばれ、レール面で28.590メートルの深さにある。京葉線東京地下駅は、従来の東京駅の約350メートル南にあり、旧東京都庁の前の地下4階に、 京葉地下1の4番線の2面4線の設備が15両編成対応、プラットフォームは有効長310メートル、最大幅10.5メートルで建設された。八重洲側において、東京駅南通路との間が、改札内で結ばれており、また丸の内側では自由通路で、丸の内地下広場へと通じている。この東京駅南通路と結ぶ連絡通路は、もともと、 成田新幹線計画に際して、その東京乗り入れ駅との連絡用に、第7プラットフォームを東海道新幹線用に転用した際に建設した高架橋が連絡通路を兼ねるように考慮して用意されていたもので、京葉線建設時に転用されたものである。1990年3月10日に京葉線東京駅乗り入れが開業した。翌百九十一年三月十六日の、 ダイヤ改正により、内房線の特急、さざ波及び、外房線の特急、我が塩は、総武本線経由から、京葉線経由に変更され、3月19日からは、総武本線経由で、ナルタエクスプレスの運転が開始されている。また、東京駅南口通路はもともと幅が6.9メートルしかなかったが、京葉線の開業に合わせて、 新しい通路が建設されて共用された。新通路は、旧通路の北側にあった手、小荷物用通路のスペースを含む長さ74メートル、幅15メートルに及ぶもので、このため従来は、南口ドームからまっすぐ東に通路が伸びていたのが、新通路共用後はやや北に、通路の位置がずれることになった。東北、上越新幹線については、当初の工事実施計画では、 東京駅発着を実現することになっており、上野駅は計画に含まれていなかった。これに対して、上野駅周辺住民からは、上野駅を設置するよう運動が行われていた。しかし、上野駅を追加すると800億円ほど費用が余計にかかることから、国鉄当局は難色を示していた。ところが、東北新幹線に当てるはずであった東京駅第7、プラットフォームは、 東海道新幹線用に使用が開始されてしまい、東北新幹線用に東京駅第6プラットフォームのみの一面二線ではターミナル容量が不足することになり、上野にサブターミナルを建設することが現実的と考えられるようになった。これにより工事計画が変更され、1985年3月14日に上野まで東北新幹線が開通した。一旦、 上野まで新幹線が開通すると、その後巨額の工事費を投じてまで、東京駅へ延長する必要はないのではないかという声が国鉄部内からは上がり始め、方針が決定しないまま国鉄分割民営化を迎えることになった。民営化後、東北地方からの新幹線東京駅のリレーの要望が相変わらず強かったこともあり、JR 東日本は、 新幹線の東京駅乗り入れを1989年に決断した。神田駅付近では新たに線路用地を入手することは不可能であったため、東京と上野を結ぶ列車線の用地を新幹線用に転用することになったが、将来的な東海道線と東北、高崎線の直通運転の可能性を残すために、さらに上に在来線の効果を乗せられる強度で新幹線の 高架橋が建設された。こうして1991年6月20日に東京駅へ東北新幹線が乗り入れ、第6プラットフォームが新幹線用に共用開始された。国鉄最末期の第一プラットフォームに発着していた時代の中央線東北新幹線の東京駅乗り入れが完成して一息ついたように見えた東京駅であったが北陸新幹線。 高崎長野間の先行建設が決まって、再び大規模な工事に着手することになった。東京駅では、東北新幹線は一面二線のみで取り扱っており、北陸新幹線に伴う列車増発を受け入れる余地がなかった。高崎で上越新幹線と列車を分割併合する方法も運転計画上困難であるとされ、また上越新幹線計画時に検討されていた。 大宮から分岐して、新宿に乗り入れる方法は工事費が約7000億円に上ると見積もられて、やはり困難であった。このため、上野駅に一面2線のプラットフォームを増設する案、東京駅に一面2線のプラットフォームを増設する案、東海道新幹線に乗り入れて、品川駅に一面2線のプラットフォームを設置する案の3つが検討された。 上野駅での増設案は地下での工事となり、約1500億円の工事費がかかると見込まれ、在来線との乗り換えが不便という難点があった。品川駅への乗り入れ案は、東海道新幹線の線路容量が限界に達しているという問題があり、また電気設備や車両の対応等まで合わせると、約2000億円の費用がかかると見込まれた。このため、在来線に支障するという問題はあったが、 他の2案より工事費が安いと見込まれた東京駅増設案が採用されることになった。この結果東京駅第5プラットフォームを新幹線に転用する必要が出てきた。丸の内駅舎についてはすでに保存の考えになっていた。ため取り壊すことができず、第5プラットフォームを新幹線に明け渡すために必要な在来線の移転用地がなく、結局従来の第1プラットフォームより、 丸の内駅舎側に、それまでよりも約9メートル高い位置に新しく、第01プラットフォームを増設し、ここに中央線電車の発着を移して、以下順次在来線を順送りに、丸の内側へ移転することで新幹線への転用プラットフォームを生み出すことになった。第01プラットフォームは、季節の第1プラットフォーム直上に設置することも検討されたが、 コンコースとの旅客流動が第1プラットフォーム上で重複して競合することになるため丸の内側にずらして設置することが選択された。これにより新設される2番線は第1プラットフォームの新3番線の上部やや東側にはみ出した位置に設置されることになった。当初は在来線側から順次工事を進めていく予定であったが 行政機関との中央線重装甲過化工事に関する協議が遅れて、1998年の長野オリンピックまでに工事を間に合わせることが困難となってしまった。そこで新幹線工事中東海道本線を2面3線で運行することにし、東海道本線用の第4プラットフォームの幅を縮小して空いたスペースに仮プラットフォームを設置することで、 第5プラットフォームを使用停止して新幹線の試行スペースを生み出し在来線と新幹線の工事を同時並行で進めることによって長野オリンピックに間に合わせることになった1990年11月9日に東京駅改良工事に着工した中央線アプローチ効果の支柱は道路側にはみ出して建てられている中央線重装効果化にあたっては神田側で 国道、都道、区道の上空にアプローチの効果を建設する必要が出てきた。本来道路上空に線路を建設することは認められていないが、鉄道事業法の例外規定を利用して、道路管理者との協議を行い、できるだけ JR 用地内に収めることを条件として、道路上空専用許可が得られることになった。そこで一旦道路上空に効果を建設して、そこに、 中央線を切り替え、空いた旧中央線線路時期に本節の橋脚を建設して、その後高架桁を JR 用地内に可能な限り振り戻すことにした。これにより、日本橋側の橋梁の少し北側で、季節線路から分岐し、首都高速と新環状線の高架をくぐったところから34パーミル勾配で登って、東京湾中東町位に対してプラス17.3。 メートルの高さのホームに入る設計とした。京浜東北、山手線のレール面高さプラス9.1メートルに対して8.2メートル高い位置である。またホーム有効長は257メートルとし幅は最大12.5メートルで1回コンコースと結ぶエスカレーターを設置した。なおこの工事に際して丸の内側で中央通路と南通路の間を遮っていた。 特別通路を一部地下に移転させることで、この間を開通させてコ、混コース化した。ホームの上屋については、皇居側から丸の内駅舎を見た時にできるだけその屋根の上にはみ出して見えないように配慮して設計し、はみ出す部分については、塗装や形状での工夫を行っている。重層高架の第01プラットホームに移転された中央線、中央線重層高架加工事は、 1992年12月1日に着工された。1995年7月2日に切り替え工事が行われ、中央線快速電車を新宿及びお茶の水折り返しとして、東京お茶の水館は運休にして10時10分までかけて工事を行い、この日から新設された第 1H プラットホームに中央線電車が発着するようになった。さらに道路上空を占有していた。 高架橋を本節位置に振り戻す工事を1996年11月17日に行い、この日も中野、新宿、お茶の水で電車を折り返して、東京お茶の水間を深夜23時過ぎまで運休とし、橋桁を所定の位置に移動させた。一方その他の在来線については、新幹線増設プラットフォームを工事するスペースを生み出すために、 東海道線の二面三線間の工事から開始された。まず1992年10月4日から第4プラットフォームの8番線を使用停止した上で、第4プラットフォームの幅を12メートルから8メートルに縮小する工事を開始した。この縮小された部分に仮設の8番線を建設して、1993年7月4日から使用を再開し、これにより、 第5プラットフォームの9番線を使用停止した。この9番線のあった場所に仮設の第5プラットフォームを建設して、これに面して仮9番線を設置し、1994年4月10日から使用開始するとともに第5プラットフォームと10番線を廃止とした。これで第5プラットフォームが空いたため、このホームを新幹線用に転用する工事が開始された。 その後中央線の重装公開への移転が行われて、第1プラットフォームと旧1 2番線が開くのを待ち、1995年の10月29日から、京浜東北線北港を旧3番線から新3番線へ、11月5日から、山手線内回りを旧4番線から新4番線へ、12月17日から山手線外回りを旧5番線から新5番線へ、 12月24日から、京浜東北線南行を、旧6番線から新5番線へと順送りで、切り替えていった。東京駅第3プラットホーム7.8番線また、新幹線ホーム増設に伴い、第5プラットホームの下も、新幹線への乗り換え改札内に取り込まれて、乗り換えコンコースのスペースが不足することから、第3プラットホームの下を、高架橋に改築することになった。 当初は第2プラットフォームの下も改築予定であったが、後期の都合で第3プラットフォームのみとなっている。山手線外回り、京浜東北線南行を第2プラットフォームへ切り替えて、第3プラットフォームが使用停止された後、プラットフォームの撤去、高架橋への改築、約1.2メートルのレール面のかさ上げ、新設プラットフォームと上屋の設置、有効長を、 約80メートル延長といった工事を半年で施行し、1996年8月23日の1000円の切り替えにより、第3プラットフォームの使用が再開された。この際に新7.8番線が使用開始され、また第4プラットフォームの旧7番線が新9番線となり、仮設の8.9番線が使用停止された。仮設の第5プラットフォームは、 不要となったので撤去され、新十番線を付設しまた、第四プラットフォームの幅を12メートルに戻す工事を行って、1997年3月1日に十番線が使用再開され、第四プラットフォームの幅が12メートルに戻った。この際に九番線を使用停止して、軌道の改築工事を行い、これも1997年9月7日に使用再開されて、これで、 東海道線が2面4線仕様に復旧した。また第4プラットフォームから中央通路に降りる北側の階段は乗り換えコンコースの旅客ルードへの配慮のためこの際に撤去されている。新幹線用に明け渡された第5プラットフォームについては旧プラットフォームを一旦撤去した上で新幹線用の新しいプラットフォームを工事した。1997年10月1日に 北陸新幹線が先行開通すると同時に第5プラットフォームが共用を開始した。この際に第6プラットフォームの92.13番線は22.23番線に解消されている。20.21番線は上越北陸新幹線用、22.23番線は東北、山形、秋田新幹線用と使い分けられることになったが、 2005年12月10日から、この使い分けは廃止され区別なく発着するようになっている。グラン東京ノースタワー、グラン東京サウスタワーと、取り壊し前の鉄道開館復元された東京駅、丸の内駅舎、背後の超高層ビルは、左から、サピアタワー、グラン東京ノースタワー、グラン東京サウスタワー、パシフィックセンチュリープレイス丸の内復元された、 東京駅丸の内駅舎ドーム復元前のジュラルミン製ドーム復元完了後の丸の内南口ドーム東京駅の丸の内駅舎は第二次世界大戦後何度も建て替えの計画が出ていた1958年には地上24階地下4階高さ88メートルの高層ビルに建て替える高層が出たが当時の建築基準法の高さ31メートル 規制のために実現不可能であった。東海道新幹線建設に合わせた計画も、新幹線に予想以上の予算がかかったことや、国鉄の中心駅を民衆駅として民間に委ねてしまうことへの国鉄部内の抵抗などから実現しなかった。1981年には35階建ての超高層ビルに建て替えホーム上部を広場にするという構想が発表されたが、 当時の経営破綻状態の国鉄に、これを実現する力はなかった。一方、1977年3月16日の、美濃部良吉東京都知事と、高木文雄国鉄総裁の会談において、東京駅の建て替えに言及され、これが報道されたことから、東京駅をめぐって広く反響を巻き起こすことになった。同年10月21日には、日本建築学会から、 東京駅を慎重に取り扱うことを求める要望書が国鉄総裁に提出された。さらに1987年12月11日には、再度日本建築学会から東京駅丸の内口駅本屋の保存に関する要望書が JR 東日本社長に提出された。12月12日には赤レンガの東京駅を愛する市民の会も発足して復元を目指した。 要望書の提出などの活動が始まった。国鉄部内においても、1978年頃から駅舎をめぐって、複数の案の検討が行われていた。赤レンガ駅舎を移転保存して、全面新築する案、全面保存する案、ファサードのみ保存する案などに、高層ビルの建築計画と合わせて検討されている。1988年に80等、 東京大学名誉教授を座長とする東京駅周辺地区再開発調査委員会では東京駅周辺地区総合整備基礎調査を発表し丸の内側駅舎については現在地での携帯保存が適当との報告がまとめられたこの際に駅舎上空の溶石率を地区内の他の敷地に移転する方法に言及している1990年代には引き続き 東京駅丸の内駅舎の復元や活性化に関する様々な構想が打ち出されるとともに保存を考慮した具体的な調査が行われるようになった。1999年10月、当時の石原慎太郎東京都知事と松田正岳 JR 東日本社長の会談により創建当初の形態に復元することで基本認識が一致した。2001年には東京都が 東京駅周辺の再生整備に関する研究委員会を主催し、東京駅周辺地区での都市基盤整備に関する課題、解決と活力創造を推進するための検討を行い、十二月に提言を行った。これを受けて、具体的な都市計画決定が行われ、二千二年二月十五日の石原慎太郎東京都知事と大塚陸機 JR 東日本社長の会談により、 具体的な復元の作業が動き出すことになった。なお、2003年4月18日に東京駅丸の内本屋として文化審議会において重要文化財に指定するよう答申が出され、5月30日に重要文化財指定が告示された。500億円かかると見込まれた復元工事の費用を捻出する手段となったのが要石率の移転である。 高度な業務集積地区において歴史的建造物の保存、復元や文化的環境の維持、向上を図るために高い溶石率を利用することが望ましくない建物の未利用の溶石率をその周辺の一定地域内において移転することを認める特例溶石率適用区域の制度が2000年の建築基準法、都市計画法の改正により認められるようになった。 この制度の最初の適用事例として、東京駅周辺地区を指定することが、都市計画決定され2002年6月28日に告示された。これにより、丸の内駅舎が本来持っている、要石率が JR 東日本が関わって、八重洲川で開発を進めることになったグラン東京の2つのビルだけでなく、三菱地所が開発する東京ビルディングや新丸の内ビルディングなどへも、 移転されることになり、その対価が東京駅の復元事業に充てられることになった。またこの時期には東京駅の丸の内側の多くのビルを管理する三菱地所の側でも丸の内ビルディングや新丸ビルの老朽化が進んで、阪神・淡路大震災以降の耐震基準では相当な補強が必要と判定され、貸しビルとして成り立たないと認識するようになった。 このため10年ほどの時間をかけて、丸の内地区のビルを一斉に建て替えていく方針となった。これにより、丸ビル、三菱新宅銀行本店ビル、日本生命丸の内ビル丸の内オアゾ、明治安田生命本店ビル、東京ビル、三菱商事ビル、新丸ビルと陸続とオフィスビルが建てられていくことになった。特に、丸の内オアゾは、 旧国鉄本社ビルの跡地に建てられたものであった。こうした丸の内の再開発の進捗もあり、東京駅の乗降客数は第二次世界大戦後長らく、八重洲側の方が丸の内側より多かったのが、2002年9月に逆転して丸の内側の方が多くなるという影響もあった。東京駅北東側の日本橋口については、QCTC ビルを取り壊した後に、 JR 東海が主体となって、地上14階、地下3階の丸の内中央ビルを建設し、2003年2月に開業した。1階は駅コンコースになっており、2階には一部新幹線の線路が入り込んでいる。この建物の建設のために、東海道新幹線の第8.9プラットフォームを25.2メートル、新大阪方に延伸し、 列車の停止位置も18.1メートル、新大阪方に移設して、末端側の高架橋を一部撤去している。さらにその北西側に、JR 東日本の単独事業として、ホテル、オフィス、コンファレンスの3機能を備えた、地上35階、地下4階のビルが建設され、2007年3月8日に、サピアタワーとして開業した。このサピアタワーの開業以来、 東京駅が街になるというコンセプトのもと、東京ステーションシティと命名して開発が進められている。八重洲側でも、駅前広場が増大する交通需要に対応しきれていないといった問題があったことから、駅前広場の再整備と東京駅の新たな、顔としての再開発事業を行うことになった。こちらでは、JR 東日本の他に、周辺地権者である、三井不動産、 鹿島八ヤエス開発、国際観光会館、新日本石油と共に共同開発することになり、それぞれの所有する敷地を一体化し、駅前広場を挟んで南北に2棟の超高層ビルを建て、中央部に新しい駅舎とデッキを建設することになった。既存の鉄道会館ビルを撤去することにより、ヤエス駅前広場の奥行きを広げることになっている。 建物のコンセプトは、水晶の塔と光の方で、重厚で、歴史を感じさせる丸の内側に対して、八重洲側の先進性、先端性を象徴することを期待したものとなっている。中央部は、テフロン膜で構成した大屋根で、駅全体を覆い、雨風を防ぎつつ駅全体に柔らかい光を落とす、高さ30メートル、長さ240メートルの空間を創出する構造で、 大屋根下の広場空間が駅前広場に直結することになる。2004年9月10日に八重洲口のツインタワーに着工された。新しいビルはヘルムートヤーンによる設計で、延べ床面積は356,711平方メートルに達する。ツインタワーはグラン東京と命名され、北建てのグラン東京キョノースタワーは43階建て。 南館のグラン東京サウスタワーは42階建てで2007年11月6日にオープンした。サウスタワーの地下には飲食店街、グランアージュが開業している。また、鉄道会館内の大丸もノースタワーの低層部に移転開業した。ノースタワーはこの段階では第1期完成であり、引き続き鉄道会館ビルの解体を進めそれと並行して中央部を含む 第2期工事に着手された。もともと鉄道開館ビルは八重洲通りの正面に立っており、海からの風に対して遮る壁のようになっていたが、ツインタワーに建て替えられてその間が吹き抜きのようになることで、海からの風が丸の内方面に流れ込むことになる。早稲田大学建築学科の小島敏夫教授のシミュレーションによれば、これにより丸の内側の風速は、 1> 約1.3倍に、気温は1から2度程度下がると計算され、ヒートアイランド対策に貢献するとされている。鉄道開館撤去後は、中央の大屋昆布の建設に着手した。この部分は、グランルーフと命名された。グランルーフは、地上4階地下3階で、2009年4月に安全祈願祭を実施し、7月に工事に着手した。 2011年3月23日から JR バス関東の営業施設などが移転して南部先行開業となった。丸の内駅舎については2001年の東京駅周辺の再生整備に関する委員会で目標として示された外観の復元を行うこと南北ドーム土産部分の復元を行うこと現存している部分を可能な限り保存し活用する ことなどの基本方針に従って復元の検討が行われた。この工事に際して JR 東日本では現存する建造物について構成の修理で改造された部分を原型に戻すという意味で復元ではなく復元という言葉を採用している。2007年5月30日に起工式が行われて保存復元工事に着手された。この復元では 赤レンガ駅舎を高級的に保存、活用することが目的であるため、耐震性能を確保する必要があった。そこで目標とする耐震性能として、この耐震性能を満たすために必要な補強量を計算したところ、在来工法では壁の5割ほどに補強を施す必要があったが、免震工法を取り入れると、耐震補強はほとんど不要であることが判明した。 面震工法を採用する上で課題となったのは、地震時に建物が動くことになるため、特に近接する中央線の高架橋との利確を確保すること、非面震部と面震部の境界における安全性を確保することであった。様々な検討を行ったが、結局中央線の高架橋との利確については、北ドームの部分で一部レンガ壁を撤去して、 奥に新しい壁を構築することで確保することになった。南ドームについても一部のレンガ壁を削っている。また、境界の問題については、変形に追従するエキスパンションジョイントを導入することになった。撤去された松具駅礎東京駅丸の内駅前広場、佐抜駅にある上野東京ラインの早期実現を要望する看板。免震層は、駅舎1階と新たに設ける、 地下1階との間に設ける方式を採用した。このため駅舎の内部や周囲でまず仮受けする支柱を打ち込み、その後駅舎下に徐々に駅舎を支える縦張りを構築して、仮受け支柱上に設置したジャッキで次第に荷重を受け替えていった。その際に駅舎は全長335メートルにわたって一体の構造物でエキスパンションジョイントなどはないため、 変形角が1500分の1を超えるとレンガ壁にひび割れが発生することが分かっていたことから変形角を測定しながら荷重の受け替えを進めた。仮受けが完了した後、従来の基礎であった松食いをすべて除去して地殻体を構築し、その後免震アイソレータ352基の上に駅舎の荷重を再度受け替える作業を行い、仮受け支柱を撤去して作業完了となった。 また一般的な免震建物では30から50センチメートル程度の変異量であるのに対して、中央線高架橋への接触を防ぐ目的で、オイルダンパーを158台設置し、これにより、変異量を10センチメートル程度に抑えている。2011年9月末に免震化が完成し、レンガのひび割れなどは発生させることなく、完了することができた。駅舎の保存、復元に関しては、 当初の駅舎に使用されていたタンガラコンクリートについて圧縮試験の結果から安全性の問題によりやむを得ず撤去することになった。また戦災を受けた鉄骨については火災の影響が小さく再活用が可能と判断されたため一部変形が激しいもののみ補強材を入れるのみで基本的に再利用が行われた。 復元する3階部分については、鉄骨鉄筋コンクリートで建設され、屋根組みも、基本的に現代の材料と技術により、復元されている。線路側外壁のモルタルは撤去して、この部分と3階の外壁について、化粧レンガ、加工岩、儀石により復元を行った。屋根は、創建当初は、小月産の天然スレート約7600平方メートルで吹かれていたが、 戦災復旧に際して鉄板武器となり、1952年、1973年、1990年と3回に、わたって天然スレートでの吹き替えが行われてきた。復元工事前のスレートは、止さ産のもので、ドーム部と中央部は、魚林武器、霧妻部は一文字武器となっていたが、復元にあたって、創建当初の一文字武器に統一された。復元にあたって、 必要とされたスレートは457,350枚で、135,450枚は、留め産のものを再利用し、小月産22,800枚とスペイン産299,100枚で補う計画とされていた。しかし、東日本大震災により、宮城県で出荷準備中のスレートが流出、破損し、32,120枚が不足したことから、 この分もスペイン産で補われた。最終的に、小月産1万5000枚、止め産11130枚、スペイン産33万1220枚となり、被災したスレートのうち使用可能と判断されたものは、南北ドームや中央部など、象徴的な場所を選んで配している。ドーム内部の設計図は1枚しか残っておらず、写真も白黒のものだけであったことから、 深井隆東京芸術大学教授の監修により、古写真の分析などを用いて、レリーフを復元した。南ドーム3階壁面南東側のレリーフの実は、戦災後も一部残存していたことからこれを樹脂を、眼振して補強し、石膏パーツで強化補強してそのまま取り付けている。こうして2012年10月1日に復元工事が完成し、グランドオープンとなった。復元駅舎は、 地上3階、地下2階建て、延べ床面積約4万3000平方メートルで、このうち駅施設及びトラベルサービスセンターが約7800平方メートル、ホテルが約2万800平方メートル、ギャラリーが約2900平方メートル、地下駐車場が約3600平方メートル、設備室などが約7900平方メートルとなっている。 2013年9月20日には、八重洲川に建設中であった、グランルーフがオープンとなった。同時にグランルーフ直下の地下1階の商業施設、キラピカ通りもグランルーフフロントとして、リニューアルオープンした。グランルーフは、地上3階地下3階建て総面積約14000平方メートルで、全長約230メートルの幕状の大屋根を備えている。2階のデッキは、 ノースタワー、サウスタワーそれぞれの2階に直結している。さらに駅前広場の工事が続けられており、2014年秋にバス、タクシー乗り場、一般車乗降場を備えた約1700平方メートルの交通広場が完成することになっている。外堀通り沿いには、サウスタワー建設時に出土した江戸城外堀の石垣の一部を活用した石垣が設けられる。 東北本線や常磐線などの列車は1973年の打ち切り以来東京駅への乗り入れが廃止となっていた。これを東北新幹線の線路に神田付近で重装化を行うことにより再び東京駅へ乗り入れられるようにする工事が進められている。当初は2013年度開業の予定であったが東日本大震災の影響などにより遅れ2014年度を 目指して工事が進められ、2015年3月14日に上野東京ラインとして開業した。さらに、東京駅の主要3本の通路のうち唯一、拡張工事が行われておらず混雑していた北通路は、従来の福音6.7メートル、天井高に、2メートルから福音10.0メートル、天井高に、6メートルへ拡張する工事が行われることになっており、 2020年度の全体完成を目指している。2020年2月18日、JR 東日本は同年6月17日に商業施設グランスタ東京として拡大開業し、北地下自由通路に直結するグランスタ地下北口改札が共用を開始する予定であることを発表した。東京駅丸の内駅舎の復元整備に引き続き、東京駅と JR 東日本が連携して、丸の内駅前広場の整備が進められてきた。従来駅前広場を斜めに横切っていた都道を移転して再整備し、行行通りとの連携性を重視して、中央付近に約6500平方メートルの歩行者空間を整備し、その南北に交通広場をそれぞれ整備して、2017年12月7日に全面供用開始された。 同日、天皇皇后両陛下、安倍晋三内閣総理大臣、小池百合子東京都知事が出席して、完成記念式典が開かれた。また工事開始以来、一時撤去されて収納されていた井上勝像が、駅前広場の北西端付近に再設置された。12月8日には、2007年4月以来、中止されていた東京駅を出発する。 新任情報定式の馬車行列が再開された。に、ありがとうございます。